ウムカが驚いて聞くと、S レベルってそんなに強いんですか体力の回復を早める D レベルの再能力として覚醒した。しかし、息を切らさずに人を持ち上げることができるのは最大でも5回までです。アントリーは C レベルの能力知能を持っており、そのため彼女の脳はより回復力があります。この贈り物がアルツハイマー病を予防できると誰もが言います。ユシが嬉しそうに後ろから彼を抱きしめ、 自分の方がまだ上手だという時彼女は自然音のレベルの能力を目覚めさせた。この驚くべき能力により、彼女の歌声はさらに美しくなります。また、所有者の体力を回復し、古いスキルを向上させることもできます。アントリーはその通りだと言いましたが、リン、ルオの能力は何ですか。彼は心配し始めた。しかし、ユッシがこう言った時 どうして見知らぬ人に個人的な事柄についてそんなに直接尋ねることができるのでしょうか。アントリーさんは、ユッシーさんが正しかったとしても、質問が多すぎると語った。それだけ林らが成長したということだ。彼女にとってそれになれるのは大変だった。彼は大丈夫だと答えた。彼は天の正義の能力に目覚めていた。それは彼に驚異的な攻撃力を与えました。ユッシーがいいねと言うと、 ダンジョン攻略に行くなら一緒に行こうと誘った。そうでなければ、彼女は一人で行く勇気はないだろう。主人公は目を輝かせて喜んで同意したようだった。文おじさんは言いました。そうですね。どの世代にも独自の才能があり、今世界は大きな変化を遂げているという歴史家の指摘は正しかったです。別の社会にも彼の居場所があるはずだ。リン、ルーはこの機会を活用すべきです。彼は微笑んで、 それは知っていると言った。文おじさんは立ち上がって、助けてくれてありがとうと言いました。彼らには、美の客室がありました。彼はそこに泊まり、眠ることができた。リンルーさんはパニックになり始め、不快だと言いました。しかし、ユッシがすでに彼の手を取り、馬鹿げた話をしていると言ったので、一晩泊まってもいいと言った。ユッシとリンルーが笑っているのをおじさん一が見ていた。 彼はかつて、長年孤児院で暮らしていた少年と連絡が取れなくなったが、今日彼が家族を救った。主人公はベッドに座っていた。この人生で、彼は予期せず、文勇気の妹とその父親を救いました。しかし、彼はそこに長く泊まることができなかった。彼はまだ弟を救わなければなりませんでした。彼はタオルで髪を乾かした。彼にはまだやるべきことがたくさんあった。 温優生の家を出なければならなかったのは残念だった。しかし、今最も重要なことは、彼のスーツを改良し、別の S レベルのダブルを見つけることでした。奇妙で不気味な煙の中に、通りに怪物がいました。男は彼に手を差し伸べた。彼は煙と魔法に包まれた。彼はそれらを接続すると言いました。生きとし生けるもの全ての絶望と恐怖。 絶望の悪魔が出てくることがある。暗い空間から手が現れ、明るい閃光が走った。すると、巨大で恐ろしい悪魔が、素晴らしい匂いがすると言った。五二式名は取りつかれたように言った。これは SS レベルの2倍ですか彼は笑い始めた。さあ、これは彼の分身だ。怪物は全てをその暗いオーラで包み込み、悪魔のようなささやきで、自分の絶望と恐怖を全て自分に捧げよう。 そうすれば信じられないほどの力を与えてくれる、途中者に告げた。男は魔法にかけられたかのように影武者を見つめ、娘は、パパと尋ねた。彼は彼女のことを忘れていたようですが、彼女の隣に座り、食べ物を買うために店に行かなければならないと言いました。彼女は家にいてもいいでしょうか。女の子は、はい、彼の帰りを待ちますと言いました。オーラを持った巨大な悪魔が彼女に迫り、 笑いました。そして彼女は怖がって父親と呼び始めました。林らは柵に足を踏み入れ、夜の街全体を見回した。彼と祈りの主は、根の上に立っていました。微笑む棺と後藤竜名、周囲は自分に殺された、と。しかし、さらに二人が S レベルの人材、五二式名系統を獲得しました。彼は願いがあると言いました。 彼は五二式名の居場所を知りたがっていた。殿様はきらめくオーラで彼を包み込み、一冊の本を取り出した。彼の願いは叶えられるでしょう。リン、ルオは、素晴らしいと答えた。彼は飛び降りると、魔法の助けを借りてスムーズに降り、狩猟の季節が始まったと嬉しそうに言いました。システムは、恐怖の王ドッペルゲンガーがレベル6の巨大な蜂を殺害したと報告しました。 報酬は300ポイントです。100%の災害経験値ボーナスを得るには、レベル4以上のモンスターを倒して500、500%の災害経験値を取得する必要があります。人民のドッペルゲンガーは、ベル7のゴーストスパイダーを殺しました。報酬は、レベル3モンスターを倒すと100%の災害経験ボーナスとして480ポイントです。巨大な悪魔は道の真ん中に立って、見た昆虫をべて殺しました。 彼の拳が彼らを吹き飛ばした。それを見て満足した男はこう言った。これが本当に S レベルの能力なのか。何もしなくてもすぐにレベルアップできます。彼は極悪非道な笑みを浮かべて、誰が自分を嘲笑するのか見てみましょう。そして夫と娘を捨てたこの死んだ女性に後悔させるだろうと言いました。しかし、突然悪魔が自民のところにやってきて、彼はまだとても弱いと言い、 彼を奴隷と呼びました。それらのモンスターの魂は、ほとんどん力をもたらさず、それらが生み出す恐怖は彼を強化するのに信じられないほど小さいです。怯えた男は尋ねた、しかし、どこからそんなに恐れられるのでしょうか、すると悪魔は、人々からです、と答えました。人間の魂から生まれる恐怖だけが、その強大な力を取り戻すことができる。彼は恐怖のあまり、人を殺すのか、 殺すのかと尋ねました悪魔のささやきが彼の中に浸透した。ドッペルゲンガーは尋ねました。彼のしもべはもっと力を欲しがらないのですが、男はまた変わったようで、邪悪な笑みを浮かべた。はい、彼は主人の命令なら何でもします。しばらくして、彼はドアを手で押しつぶした。男は妻と娘を守り、自分は何者だ、と尋ねた。自民は、これで十分です。 強い恐怖は恐怖を引き起こすはずです。そうですか、と尋ねました。悪魔は身をかがめて、いい匂いがする。動物の恐怖のような豊かで美味しい匂いがする。と満足げに言いました。男は妻と娘を守ると叫び、ナイフを持って悪魔に向かって走り始め、彼女は彼を呼び戻そうとした。しかしその時、彼女の顔に恐怖が現れ、夫は指で刺され、いとも簡単に血が噴き出しました。 悪魔は指を舐めながら、信じられないほど嬉しそうにこう言いました。人間の恐怖の力は怪物のそれよりはるかに強いのです。男は自分が生んだ分身が恐ろしい怪物であることに恐怖を覚えた。彼は男の体に寄りかかり、体を乾かす緑のオーラを吸収した。女性はこれを恐怖の目で見ましたが、悪魔は、それだけでは十分ではなく、もっと恐怖が必要だと言いました。彼は叫び、 彼女を攻撃し始めましたが、影武者の主人が彼の前に立って、止めるように叫びました。どうして彼は、実の人々を殺すことができたのでしょうか。自民はこのために彼を召喚したのではなく、悪魔を使ってモンスターに対処し、レベルを上げることを望んでいたのです。悪魔は片方の手のひらで彼を床に釘付けけにし、彼を強く撃ちました。彼はその男は彼の召使いだと言った。 悪魔は心の中の絶望と恐怖から生まれました。あらゆる生き物を慕う彼は天才者である。彼が力を取り戻したとき、彼は無敵の力を彼に与えます。彼は彼を隠し、この優しさをなくすように言いました。今の彼の任務は、女性を殺すことだ。彼らは恐怖のあまり悪魔を見つめ、男は、いいえ、いいえと繰り返し始めました。しかし、恐怖の支配者は怒り、 これを直ちに実行しなければならないと暗い恐ろしい叫び声を広げました。男が逃げようとしたとき、暗黒のエネルギーに襲われ悲鳴を上げ、そして再び怒り、不気味な笑みを浮かべた。彼は探検をつかみ、女性に近づきました。彼女はナイフを振り上げ、子供のために慈悲をこい始めましたが、すぐに悲鳴が聞こえ、血が噴き出しました。林らは窓から飛び降り、驚いて彼に陣寝ました。 自民は血まみれの女性の遺体の上に立ち、気が狂ったような表情をした。主人公は眉を潜め、闇の皇帝に電話をかけ、この怪物を殺すように命じた。彼はそうしますと答え、悪魔に向かって走り始めました。すぐに彼らの拳が合い、彼らのエネルギーの明るい閃光が現れました。恐怖の王は言いました、うわぁ、彼は、自分自身が何度も絶望に陥ったかのように、 これほど強いエネルギー、これほど飽きるい感情を持った人に出会うとは思っていませんでした。それから彼は海の皇帝を激しく殴り、立ち去るよう命じた。彼は林竜に向かって走り始め、食べてしまう、とひどく叫びました。殴られた時は家具屋の傘が守ってくれた。主人公は驚きました。彼女は起き上がり、彼女の傘は悪魔が与えた多くの打撃に疲れることなく耐えることができました。 彼は悪魔の動きがいかに速いかを考えた。かぐやがいなかったら、リンルーには反応する時間がなかったでしょう。彼は再び闇の皇帝を呼び出した。影武者はすぐに飛び上がり、悪魔の顔を激しく打ちました。彼はにっこりと笑い、緑色のオーラで満たされ始めた。闇の皇帝よりもずっと強いと彼は言いました。その後、彼は闇のエネルギーで拳を振り上げ、影武者に死ねと告げた。 しかし、ダークエンペラーはこの一撃を反射し、悪魔のオーラを払拭することができました。リン、ルースはかぐやに剣内とサンダーストームを使うよう叫んだ。彼女は、はいと答えて、攻撃するために走り始めました。悪魔は笑って、自分にとって彼らはアリのようなものだから、言った方がいい、と言いました。彼は大声で叫び、オーラを広げ始めました。かぐやとダークエンペラーは、 衝撃波の力で飛び去り始めた。リン、ルオは加賀屋を捕まえ、この時悪魔は闇の皇帝の上で拳を突き上げ、この人形は終わったと言いました。主人公が緑の悪魔を召喚すると、背中から何本もの触手が伸び、悪魔の拳を掴んでその衝撃を止めた。何が起こっているのかと尋ねると、ドッペルゲンガーの全身が触手に包まれました。加賀屋はすぐに近づいて剣で彼を刺し、 彼は吐血した。悪魔は、いいえ、それは不可能ですと言いました。なぜ彼の体は悪魔のエネルギーに覆われているのでしょうか。悪魔が溶け始めたので、リン、ルーはどう思うかと尋ねました。悪魔は接近戦が得意ですか。彼は死ぬことは起きないと叫び始めました。彼はすべての人々の最大の恐怖者です。人々の心に恐怖が存在する限り、 彼は永遠に生き続けるでしょう。主人公は煙とエネルギーの残骸の真ん中に立ち、悪魔が戻ってきたら足元に頭を下げるだろうと言いました。かぐやの攻撃は木に甚大な被害を与えた。彼女の力と闇の皇帝の能力の組み合わせのおかげで、この悪魔は死ぬ運命にあります。突然、彼は大きな叫び声を聞きました。人民は死体の隣に恐怖のあまり座って、 そんなことは不可能だ、と言った。彼は何をしたのですか。彼は泣きながら人の命を奪ったと言いました。リンリュ竜は彼に近づき、死ぬ前に彼の最後の言葉は何だったのか尋ねました。男は頭を下げて、こんなことはしたくない、自分の心をコントロールできなかった、誰も殺したくなかった、と言いました。林竜は探検を取り出して、 殺すにははが伴うことととを思思いいい出させる必要はないと思ったた言いました彼が生きている限り、彼の影武者が再び戻ってくる可能性はあった。人民は泣きながら、林老が正しいと言いました。彼は殺人の罪を支払わなければなりませんでしたが、彼には依頼がありました。彼は娘を守ってほしいと頼んだ。彼は父親が出て行った。 そして彼女が大きくなったら探しに戻ってくるだろうと彼女に伝えてほしいと頼んだ。その後、林田さんは男の胸を刺し、心配するなと言った。彼は娘の世話をするつもりだった。自民は泣いて感謝した。その後、遺体は血の海に落ちた。システムは、林老が S レベルの人材強盗を発動したと報告しました。彼は、インベントリー、タレント効果、能力効果、 ソウルパワーの4つの値から1つを選択するよう求められました。林らの心はあくまで満たされているようだ、と彼は思った。彼を殺すためには、3つのダブルブローを同時に攻撃する必要がありました。これは、この人の能力が S よりも低くないことを意味します。これらの事実によると、悪魔の影武者は退却して主人を操ることができるようです。ソウルパワー能力を選択すると、 S, S から SS にレベルアップできます。彼は強盗能力を使って男のエネルギーを吸収し始めた。大きな流れが広がっています。この男は悪魔を手なずけることができなかったが、だからといってリン、ルオも手なずけるわけではない。強盗能力の発動に成功した。SS レベルアビリティのエモーショナル、デトネーター獲得おめでとうございます。効果、感情的な認識。 彼は半径30万メートル以内のすべての生き物の感情を感じることができます。持続時間5秒、クールダウン1時間、スキルは半径30万メートル以内のクリーチャーの感情を10倍、持続時間2分、クールダウン2時間増加させることができます。彼は、クールダウンは非常に早いですが、感情を感じることができれば、すべてが少し楽になるだろうと言いました。しかし、いえ、 SS レベルの能力は、雨の夜がドッペルゲンガーのスタミナレベルを増加させることができるのと同じように、決して単純ではありません。彼は、自分のドッペルゲンガーが目を覚ますために、空に閃光が現れ、彼は暗い煙とエネルギーの流れに包まれ、そして彼の前に卵が現れたと言いました。彼は手のひらにある卵を見て、これは何ですかと尋ねました。彼の悪魔はどこにいますか これはどういうナンセンスですかシステムは、これがドッペルゲンガーの動く果実、SS レベルであると報告しました。臨床性、知力、エネルギー、0、防御力、20、体力、1000、身長、400、射程、0メートル。エネルギー消費。ドッペルゲンガーは、計算10万メートル以内の宿主から与えられたある感情を吸収して誕生する。 彼は、このドッペルゲンガーにはドッペルゲンガー、つまり動く胎児は存在しない、と言いました。生き物は、ド主の感情を吸収します。このドッペルゲンガーには、特定の能力や形態がない可能性がありますか奇妙なことに、獣の姿や能力が宿主に依存する可能性はあるでしょうか彼は目を閉じて、まずこれらの感情を感じてみることにしました。彼は町の上空にいるようでした。 人々の叫び声が聞こえた、この恐ろしい霧はいつ晴れるのだろうか。外の虫は本当に怖いです。誰かが彼らを救いに来てくれるでしょうか。なぜ彼は外の世界と連絡を取ることができないのでしょうか。何をするか。彼女の母親は発作を起こしています。救急車も呼べないのか。主人公は恐ろしい叫び声を聞き、人々の失望と悲しみに耳を傾け続けました。 彼は突然目を開けた。感情を感じる時間は終わりました。彼は疲れて息を整えようとして、この能力が5秒しか続かないのは良いことだと言いました。これほど多くの情報があるため、この5秒を問題なく耐えられるのは非常に高い精神力を持ったプレイヤーだけではないかと心配しています。広州の街全体が白い霧に包まれています。道を歩くのは足だけではなく、 あらららゆる方向から恐怖が感じられますジンミ民はこの果実の栄養として恐怖を選んだようだが、その後、制御不能な悪魔の影武者が誕生してしまう。恐怖の帝王は影響力が大きいですが、恐ろしい一面も持っています。感情センサーが冷えて回復するまで待った方が良いでしょう。その後、さらに数回試して、他のオプションがあるかどうかを確認します。 彼は主に祈りを捧げ、59名の娘、死んだけがどこにいるかを教えてほしいと頼みました。女の子は一人で、お父さんはどこにいるの、なぜまだ戻ってこないのかと尋ねました。彼女はドアベルを聞いて幸せでした。リン、ルオは、死んはそこにいるのと尋ねた。彼は彼女の父親の友人です。そして彼女はもう一度尋ねました。彼はお父さんの友達ですか。その後、 彼女はドアを開けました。彼女とリン、ルオはキッチンに座って食事をしました。彼女は、お父さんはいつ帰ってくるのかと尋ねました。彼は彼女のお父さんが後で戻ってくるだろうと言いました。彼は公州を守るために去らなければならなかったが、彼女の世話をするように頼んだ。彼女は感心しながら、すごいね、彼女のお父さんはとても強い人だよ、と言いました。彼は尋ねました。 彼女は彼が彼女を騙しているとは思っていませんね。しかし、彼女は感情を感じていると言いました。彼女はリン、ルオの兄には本当の優しさだけがあると感じています。彼は驚いたが、彼女は自分の能力のおかげで、リン、ルオの兄を信頼していると続けた。彼は確かに父親の良い友人です。すぐに彼は去り、彼女は別れを告げた。彼は、 自民もこの全てに苦しんでいると思いました。彼は娘のために良い家族を見つけるために霧が晴れるまで待ちます。今、全世界が大混乱に陥っており、自民のように自分をコントロールできない人がたくさんいるはずだ。簡単か難しいか、正しいか間違っているか、全ての人間の価値観は突然意味を失いました。彼は全世界を助けたいと考えています。彼、リン 竜は中国全土の王となり、幸せな未来を築きます。彼の邪魔をする者はすべて彼の足元で灰になります。チームは大きくて美しい霊院寺にやってきました。男はを、湯ユニ、隠れ家の衛兵がそこに現れましたかと尋ねました。それが前世の記憶と一致するなら、そうだと彼は言いました。彼らを排除すれば、甲州で起こっているこの恐怖はすべて止まり、 その後彼らは町を去るでしょう。リューティアン・氏は、創作を始める前に船長を選ぶべきだと思うと語った。ラオユーは何と言うでしょうかそれは彼の気のせいでしょうかそれともリュウ・テン氏は船長になりたいのでしょうか彼は、彼らは甲州で最も強力な覚醒者集団なので、この三人は彼に任せてよいと答えた。彼は一人で彼らを倒すことができる。ロウユだけが理解すべきですが、 彼には見抜くことができません。ラオユーは、彼らは公州で最高のグループではあるが、ダークエンペラーには深刻な能力があり、彼らよりも決して弱いわけではないことを理解する必要があると言いました。現時点ではまだ前世の記憶が戻っておらず、体も弱いため、喧嘩は後回しにしておきたい。竜天使は、闇の皇帝を高く評価しすぎているのではないか、と言いました。 彼は前世で彼のことを聞いたことがありません。二人とも SS 級の能力を持っています。どうして彼は彼らよりも強いのでしょうか。ラオユーが闇の皇帝をそれほど恐れているなら、リューティアン氏が彼を殺し、ラオユーの能力を回復するのを手伝ってくれるでしょう。しかし、その代わりに彼はキャプテンになれるでしょうか。闇の皇帝が彼のスキルを奪ったと彼は言いました。彼の助けがあろうとなかろうと、 彼は遅かれ早かれ彼らを取り戻してくれるでしょう。リューティアン氏は、闇の皇帝を殺した場合に自分の能力を取り戻せるかどうかは分からないと考えました。少なくとも彼に体力を回復させることはできない、そうでなければ彼は完全に権力を掌握してしまい、チャンスはなくなるだろう。リューティアン氏は、手後すぐにダーク・エンペラーを倒します。ラオ、ユウはわしに近くに誰かいるかどうか確認するように言いましたが、 彼はそうですと答えました。男は目を閉じ、スキルでもっと多くのものを見ました。彼は彼らから1000メートル以内に最も強い生き物はレベル7の巨大なカマキリであると言いました。リューティアン氏は尋ねました。何が起こっているのですか。人類は尋ねました。最後の禁断の領域は闇の皇帝によって浄化されました。ラオユーはまだ自分がライバルではないと思っているのでしょうか。彼は、 災害が当初の計画よりも進んでいるように見える、と答えた。その結果、これが出現する場所が移動しました。それはもはや前世と同じではありません。この時、リン、ルオは建物の近くを、巨大な暗黒エネルギーの塊に向かって走った。目の前には巨大な怪物がいた。システムパネルによると、それは虚空の王、レベル34、攻撃力1200。 臨床性140。防御力450。体力ポイント100万。経験値60万。スキル、パラサイトの軍隊。虚空の王の体内には、数の虫の群れが存在する。彼が攻撃されるとすぐに、これらの生き物は敵を破壊するためにすぐに出動します。虚空王の方向スキル。HP 値が30%を下回ると方向を上げ、 半径1万メートル以内のすべての虫を召喚して身を守る。主人公はこれがレベル34のモンスターかと思ったが、その HP は不気味なモンスターのレベル35のモンスターのキャプテンの10倍である。しかもその能力は、自らの種族を召喚するという、昆虫モンスターの無慈悲な戦術そのもの。杭州が過去にそれらを破壊するために膨大な数の軍隊とミサイルを送ったのも不思議ではない。このモンスターは、 そのサイズと召喚能力を除けば、見た目ほど強力ではありません。しかもアイテムが多すぎるので、ミの皇帝にとっては最高のターゲットだ。カグヤとダークエンペラーは彼の前を走り始め、攻撃の準備を始めました。三人に与えられたのは新たな能力、栽培システム。リンルオはダークエンペラーとカグヤに期待する。彼らは主人に従い、 恐ろしく大声で叫ぶ巨大な昆虫を攻撃し始めたと答えました。闇の皇帝は拳で攻撃を開始した。ワームホルガードの体の表面は異次元の力で覆われており、分身の能力は無効となる。リン、ルーは、この男は本当に危険ですかと尋ねました。彼は巨大で強力な赤い光線が怪物の口から出てくるのを見た。主人公は振り返って、あの音は何だったと尋ねました。 昆虫の大群が彼に向かって飛んできました。彼は、これらのモンスターの栽培レベルは非常に低いとはいえ、彼らが群れで攻撃してきた場合、反撃できるかどうかはわかりません。彼は近づいてくる昆虫を見つめた。これらの不気味なモンスターは多くの経験値を持っています。しかし、その後、彼はそれは問題ではないと言いました。嵐が強ければ強いほど、魚の価値は高くなります。 彼はかぐやと闇の皇帝を召喚した。彼女は怪物を半分に切り、近くにいると言った。暗黒皇帝もまた、稲妻のオーラをまとった拳でパンチを打ち始めた。林らも探検を使っておののい、昆虫を殺しました。彼は彼らに即空の剣を使うように言いました。システムメッセージが表示され始めました。彼のダブル加害はレベル3の巨大稲子を殺し、 さらに64の経験値、800%の経験値ボーナスを獲得しました。ダークエンペラーはベルロクの巨大ツメガエルを倒し、さらに160の経験値、800%のボーナスを獲得しました。リンリュウはレベル9のドクツのグモを倒し、640の経験値、800%ボーナスを獲得しました。空にヘリコプターが現れた。みんなに挨拶する声が聞こえました。 それは地元テレビ局の記者、ヤムシだった。彼女とカメラマンは地面を観察した。ヤムシ氏は、甲州全体が白い霧に包まれたことを視聴者は自分の目で確認できると語った。当初、この災害に関するニュースは何も届きませんでしたが、彼女は常に最前線で市内の状況を監視し、最新のニュースを伝えていました。カメラマンは、彼女にあそこを見るように叫んだ。 ヤムシは視聴者の方を向いて、霧の中に巨大な怪物を発見した、拡大してみるだろうと言いました。彼らは巨大な昆虫を見た。ヤムシは、待ってくださいと言いました。怪物の背中には兄があるの。人間ですか。これは全く不可能です。彼らの世界は今、ヒーローが続々と登場する時代を迎えている。しかし、覚醒者のレベルはまだ低いので、 どうやってあんな強いモンスターと戦えるのでしょうか。カメラマンはパイロットに、英雄を捕まえるために急いで近づいてくるように頼んだ。公衆全体に彼のことを知らせましょう。いいえ、全世界が彼の勇気を目撃するでしょう。リン、ルオと彼のドッペルゲンガーは、霧とたくさんの虫の死骸の真ん中に立っていた。彼はモンスターが多すぎると思った。カガヤとダークエンペラーは、 エネルギーを消費しすぎていた体力が回復したら戦いを続けると述べた。大切なのは死を近づけないことです。彼らは彼のことを理解していると言った。主人公は戦い続けて虫を切り続けた。彼はエネルギーを補充するためのクリスタルの破片を持っていました。しかし、今それを使っても意味がありません。側風の剣は多くの生命力を必要とする。 長くは続かないでしょう。システムはプレイヤーがレベル24に到達したことを祝福しました。プレイヤーはこれは素晴らしいと言って、能力パネルを開きました。彼は寝8、1万の剣レベル1の柔軟性を選択しました。早い風の剣が46以上のレベルを克服すると、毎秒7つのブレードが自動的に召喚されます。元のレベルは3です。 そして元々あった剣のエネルギーはダメージを受けることなく元に戻ります。スイフトウィンドソードをアップグレードすると、エネルギー消費が大幅に削減されるだけでなく、毎秒より多くのブレードが作成されます。レベル24のプレイヤーは、木の威力が67%増加します。彼は刃の力の大部分を自分が受け取ったことを嬉しく思いました。それは彼の戦闘力を大幅に増加させた。 彼は歯を準備し、この怪物を殺す時が来たと言いました。彼はかぐやと闇の皇帝に今から一緒に攻撃するように命令した。彼らは主要なモンスターに向かって素早く走り始め、途中で他の昆虫を殺しました。彼らは昆虫の体を駆け上がり始めました。昆虫の王を殺すと言った。恐ろしく巨大な怪物が叫び始めた。リン、ルオも怪物に死を求めて叫んだ。 剣の大風の力を利用した。巨大な旋風が発生した。彼はカグヤと闇の皇帝に全力で戦うように言いました。彼らは走って攻撃し、はいと答えました。この時の主人公は祈りの主に電話して、願いがあると言いました。彼に1メートル以上近づく虫はいなかった。彼はそうしますと答えた。リン、ルーはレベルへの残酷の結晶を使用し、 分身の能力を30%増加させることができます。彼は緑の悪魔を召喚し、彼の背中から再び長い触手が現れました。それらは巨大化して、彼に近づこうとする虫たちを貫いた。すでに海外矢とダークエンペラーは巨大昆虫王と戦っていた。リン、ルオは虫の背中に乗って小さな虫を殺していた。彼はどうしてそんなことが可能なのかと尋ねました。 ダークエンペラーは力強く腕を振り、回転しながらオーラを怪物に叩きつけた。リンルオは深い舐めで昆虫の軍勢を眺めた。これは昆虫王の叫びが呼び起こしたものだ、と彼は言った。この野郎は攻撃力を増しているが、同時に体力は30%を下回っている。ダークエンペラーと輝に、これからも怪物に休む暇を与えないようにと告げた。リンルオは叫び、 昆虫に向かって走って攻撃しました。ヤムシ氏は親愛なる視聴者に向けて、都市全体が危険にさらされているとき、中国国民は決して諦めない、と語った。彼女はみんなに怪物の背中を見るように言います。人々は怪物と戦っています。彼女はカメラマンに手伝うことができるかどうか尋ねました。しかし、彼は、いいえ、残念ながらヘリコプターには武器はありません、と言いました。 矢を、虫は目に涙を浮かべながらリンルーの幸運を祈り、必ず全世界に彼の足を見せてやると言った。彼女は、誰もが孤立した絶望的な瞬間に、誰がモンスターのために命を懸けて戦っているのかをみんなに知ってもらいたいと考えています。すべての中国人は、の英雄の足を覚えておくべきです。主人公はたくさんの飛んでいる昆虫の中に立っていたが、すぐに座り込んで荒い息をついた。 彼には力がないように見えましたが、突然欲望の主が明るい輝きを持って現れ、力を回復すると言いました。彼は立ち上がって祈りの主に感謝しました。そして祈りの主はそれが彼の義務であると答えました。林、ルオは怪物の上に飛び上がり、誰が長く生きられるかを今から見つけ出すと叫んだ。彼は近づいて空中で回転し、探検を構えて攻撃しようとすると、緑の悪魔を召喚した。 しかし、巨大な昆虫の王は笑うだけでした。巨大で粘着性のある触手が衝突して怪物を攻撃し始め、その後、リンルオは千代本の剣の力を使いました。彼は怪物の上に倒れ込み、強力な探検でそれを刺しました。その背後には巨大なエネルギーと魔法のビームがありました。リンルオは怪物に死を求めて叫びました。輝きが止まった時、リン ルオは依然として怪物を突き刺そうとし、ついに大声で叫びました。そして彼は倒れ、怪物を切り裂いた。彼の背後に血の川が流れ、怪物の頭が体から離れて落ちた。主人公は怪物の頭に着地し、再び刺し、血の噴水を噴出させた。世界のニュース。誰もがプレイヤーのダークエンペラーが昆虫の王を倒した世界初のプレイヤーになったことを祝福しました。 報酬として、宝くじ10枚と運命クリスタル10個を受け取ります。このような通知がさらに2件表示されました。ヤム氏はショックを受けて彼とモンスターを見て、最初のプレイヤー、彼は闇の皇帝ですか、と尋ねました。彼女は涙を流しながら、これほど若い選手が数々の偉業を成し遂げたとは想像もしていなかった、と語った。しかも彼は彼らと同じ都市に住んでおり、広州で育った少年だ。 彼らは近づいてきて、リン、ルオは顔を上げてニヤニヤ笑い、ヤオ、虫は顔をあからめた。彼女は彼がとてもかわいいと言った。彼女はいつかこの素晴らしい男に個人的にインタビューできることを望んでいた。システムはプレイヤーを祝福しました。千代本の剣の力で昆虫王を倒すことに成功した。彼は宝くじ10枚と運命のクリスタルを祝福されました。 彼は4320万の経験値を受け取りました。彼は、レベル8以上のモンスターを倒すと900%の経験値ボーナス、災害に対して400%の経験値ボーナス、100回の戦闘能力に対して200%の経験値ボーナスを受け取ります。合計7200%の経験値ボーナスを獲得しました。リン、ルオは、運命の結晶はアイテムの効果を50%増加させることができ、 装備の作成にも優れていると考えました。運命クリスタル10個は装備の作成の成功率100%に相当します。しかし、彼は高品質の装備を使用する場合にのみアイテムから最大限の利益を得ることができるので、今のところこれらのクリスタルを残しておくつもりです。彼はまだ怪物の生首の上に座ったまま顔を上げた。 昆虫王が死ねば、の軍勢も消滅するというのは本当のようだが、霧は長く晴れない。闇の皇帝は領主に、誰かが彼らの戦いの一部始終を撮影しただけだと言いました。今後も問題にならないのでしょうか。しかし、リンルーはすべて問題ないと答えた。動画が配信されれば自治体に彼の存在が知られることになり、彼の評価は大きく向上することになる。しかし重要なことは、 それが彼が弟を救うのに役立つということです。戦いの後、彼にはクリスタルがほとんど残っていませんでした。おそらく聖地マップはすでに更新されているでしょう。彼は急いでいくつかのことを追加する必要があります。その後、戦闘力を高めるために別のダンジョンを探す必要があります。彼らは出発し始めました。そして、リン、ルーは祈りの主に、 最初に彼らをドウ広場に連れて行ってください。そしてそれから G、万人の場所を見つける必要があると頼みました。彼は何でもするつもりだと答えた。闇の皇帝は車のドアを開け、乗るように言いました。別の写真スタジオでは、男性のグループが何かを見て、いいですね、と言って笑っていました。彼らはもう一度見たいと言ってきました。赤面した女の子は、 テレビシリーズの撮影中だったって言ってなかったっけと尋ねました。その男は笑って、はい、と答えました。むしろ、彼とエレガントな先生がいくつかのエピソードを撮影するつもりです。それが彼女が望んでいることであれば、彼らは彼女が最もよく知っていることについてのテレビシリーズを撮影するでしょう。彼女は R 国に住んでいた頃は有名な女優でした。 彼は彼女のことを長い間知っています。そのため、彼は彼女と一緒に仕事をする機会を得たことを喜んでさえいます。彼はなぜ自分が山下先生とうまく協力して最高の才能を発揮できないのかと尋ねました。男は唇を舐めて、わかったと言いました。三人全員が手を伸ばして、G、ウェーニン先生のドレスを引き裂き始めました。すぐに、彼女は床に横たわって泣いていました。 彼らは、すごいと言いました。アル国最高の教師の称号を授与されているが、演技力も一流。彼女は他に何を見せたいのでしょうか。その時、すでに生徒の背後に美少女が現れていた。それは悪魔のサキュバスだった。この時の主人公は、ペタマを連れて車から降りた。彼は大きなドアの前に立って、G、ウェーニンは女性です、と尋ねました。 どうして彼女は放棄された場所にいるのでしょうか彼は鎖を断ち切り、闇の皇帝にドアを開けるように頼みました。二人は同意し、重いドアを両手で開けた。そこで彼らは乾燥した男たちの死体を見た。林らは、そこで何が起こったのですかと尋ねました。彼は祈りの主に電話して、願いがあると言いました。彼は次の30秒間、誰にも自分を傷つけて欲しくないと思っていました。 彼は、わかりましたと答えました。巨大な閃光と稲妻が周囲を照らし、そして明るい爆発が起きた。主人公は倒れて意識を失い始めました。ダブルス全員が心配そうに彼に声をかけた。加賀やは彼を捕まえて、どうしたのかと尋ねました。すると目の前で笑っている女性の姿が見えた。祈りの主は前に立ち、闇の皇帝に主の世話をするように頼みました。 輝かれは、誰がこれを行ったのかを突き止めるだろうと言いました。彼女は同意し、彼らは前方の煙の壁にぶつかり始めました。林、竜の上で明るい心が輝き、彼は目を覚ました。主人公は周りを見回して、結婚式場にいるのかと尋ねました。彼の前には彼とウェン、ユーシーの写真があった。彼らはウェンユキと結婚していますかそれから彼は彼の名前を聞きました。 リン、ルー、シュ。ウエン、ユッシュとカグヤが美しいドレスを着て戸口に立っていて、彼は驚いた。リン、ルーは顔をあからめ、なぜそこにいるのかと尋ねました。なぜ彼らは、のような服装をしていたのでしょうか。二人の女の子は彼を抱きしめた。ユッシュが疲れているだろうというとき、彼と一緒に過ごした瞬間は美しく、かけがえのないものでした。カグヤは リラックスすこのとき、かぐやは剣を振り、サキュバスに傷を与え続けた。彼女は悪魔がどこへ逃げ出すかを見ることになるだろう。サキュバスは、この少女の中にどれほどの怒りがあったのか、ピンクの蜃気楼の中にあるこの領域が彼女の支配下にあることがどれほど良かったのか、不快そうに考えた。そうでなければ、彼女はとっくの昔にこの少女の歯で死んでいたかもしれない。 誰もが立ち止まり、悪魔はなぜ小賀谷が彼女を追わなかったのかと尋ねました。主人との距離が限界に達してしまったのか。彼女は祈りの主に尋ねました。主人は怪我をしないようにと願ったのではないでしょうか。なぜ彼は気を失ったのでしょうか。願いが叶ったのは不思議だと彼は答えたが、それではなぜ彼らは主人を襲ったのか。サキュバスは陰室に言いました。誰も主人を攻撃しないからです。 彼女は主人の願いがすでに叶ったので彼を助けました。今、彼は死ぬまで天上界で休んでいました。彼女には、リン、ルオと彼女の幻想的な少女たちが何をしているのかが見えました。祈り主は彼女の説明に感謝しました。そして彼女はパニックになって尋ねました。彼は何を言っているのですか。彼の周りの全てが明るく輝き、主は願いの本を使い始めました。 これで彼の主人は失神状態から回復するだろう。彼の力はルオに流れ込み、そこで彼はもう部屋にいませんでした。彼は尋ねました、彼の夢はそんなに早く叶ったのですか。彼女は尋ねた、彼の夢は、彼は、少なくとも今では、彼の音楽系はそのような率先力を発揮しなかっただろうと答えた。二人の少女は驚き、世界に亀裂が入り始めました。 闇の皇帝は彼を起こそうとしましたが、リン、ルオは困難に目を覚ましました。加害はすぐに駆け寄って抱きしめた。彼女は主人がやっと目覚めたと叫びました。祈りの主がリン、ルオを救ったピンクの蜃気楼から彼を連れ戻してくれたのは本当に良かった。不満そうなサキバスはそれは無理だと言いました。彼はどうやって彼女のピンクの蜃気楼から抜け出すことができたのでしょうか。主人公は、 彼女は影武者なのか、と尋ねました。彼女がこの幻想を作り出したのでしょうか。闇の皇帝は悪魔を攻撃し始め、拳で殴る準備をしました。彼は叫んだ。主君に危害を加えようとする者は、痛ましい死を遂げることになるだろう。彼が殴ろうとすると、彼女は悲鳴を上げて飛びしりいた。たとえ願いが叶ったとしても、間違いなくこの女に騙されるだろうと主人公は思った。 このダブルには、が問題があります。少女の悲鳴が聞こえ、彼女が彼女を解放するよう求めていたことが分かりました。すぐに、ジ・ウェイニンの手を引いて闇の皇帝がやってきた。彼女は興奮しながら、殺さないでほしいと言いました。彼女は彼に危害を加えたくなかった。林田さんは遺体を指さし、彼女はキーネーさんですか、と尋ねた。あの人たち全員を殺した犯人は彼女なのか 彼女は泣いてのと言った。彼らは彼女を騙してそこへ来るように仕向けた。彼らは映画を作りたかったのですが、結局は彼女を恥ずかしめるだけでした。彼女は本当にそれを望んでいませんでした。彼女の目は明るく輝いた。彼女は近づいてきて、もう一度助けてくれるよう頼んだ。彼女は彼の言うことなら何でもできた。彼女は彼のガールフレンドかもしれない。彼は不機嫌そうに、 彼女はまだ自分に手を出していると言い、かぐやに電話した。彼のドッペルゲンガーがすぐに現れ、剣で少女の胸を刺し、血が噴き出しました。彼女は、自分の S レベルの致命的な魅力能力がなぜ機能しないのかを心配そうに尋ねました。リン、ルオは、あの意地悪な奴らは間違いなく死ぬに値するが、彼女は最も不誠実な方法で彼を殺すつもりだと言いました。これはダメです。 彼はシステムに G、ウェイニンの能力を奪うよう命令し、彼女の体からエネルギーを奪い始めた。スキル効果。能力発動後は魅力が10倍に増し、相手は一瞬にして恋に落ちてしまう。相手の意志が強ければ強いほど、恋の進展は遅くなります。所要時間は1時間。24時間クールダウンします。それは人々の意識を一時的に歪める可能性があると彼は言いました。 彼がためらったのも不思議ではない。残念ながら、この能力は異性にのみ使用できます。彼は手を振って、これで新しいドッペルゲンガーである幽霊の女王をもっとよく知ることができるだろうと言いました。かわいい女の子が彼の前に現れて彼を迎えました。そしてリン、ルオは驚いて尋ねました。彼女は幽霊の女王ですか。なぜ彼女は以前の転生とこれほど異なるのでしょうか。彼女はリン、 ルオが少し動揺していることに気づき、その後彼女の過去の姿が現れました。彼女は尋ねました。ご主人様は彼女のこの形の方が好きですか。彼は咳き込みながらぎこちなく言った。そうすれば彼女はこの姿のままで済むだろう。彼女はくすくす笑い始め、ご主人様が恥ずかしがる姿が可愛いと言って、また可愛くて謙虚になった。サキバスクイーンの特徴を備えたシステムパネル。強さ60。 一般人なら10。臨床性と知力も60。防御力30。体力2000。エネルギー200。エネルギー回復速度は10分ごとに1ポイント。高さ80、射程50メートル。ダブルフォルム。第一形態は、エネルギーを消費しない。サキバスクイーンの第二形態は、異性の魅力が5倍になります。 エネルギー1時間あたり1ポイントが消費されます。ピンクの蜃気楼は、生き物の意識を瞬時に至福の幻想に浸します。生き物は痛み、消耗に直面すると幻想から目覚め、エネルギー消費の速度は生き物の強さに依存し、ある日リブートします。リン、ルオは、これが戦闘タイプの分身でないことは明らかだが、彼女のエネルギー貯蔵には真の価値があると考えた。また、 スキルには回復時間が必要であり、彼女が強力なコントロール能力を持っていることがわかります。敵を制圧している限り、一撃で全てが決まる。彼は喜んで手を差し伸べて、まあ、その日はうまくいきました、と言った。しかし、リラックスするには早すぎます。彼は、q i へと同時に、龍犬にという名前の影武者がいたのを覚えている。彼は主に尋ねました。 そして主は最後まで聞かなくても全てを理解したと言われました。殴られた男は暗い道を歩いていたという。彼はとても苦しんでいました。なんという恐ろしい SSQ の能力なのでしょうか。この能力を発動するには、自分が怪我をするか危険にさらされる必要があることが信じられない。彼はドアを開けました。ダンジョンを通過すると体力を回復できる。しかし、 実際に怪我をしたら薬を買わなければなりません。薬局強盗をしていなかったら、彼はおそらくもう生きていなかったでしょう。女の子がベッドに横たわり、ルー、ジャンニンと呼ぶと、彼は驚いてリトル、レッドに尋ねました。なぜ彼女がそこにいるのですか。彼女は近づいてきて、はい、戻ってきました、と言いました。彼は彼女の言葉に気づき、ショックを受けて尋ねましたが、 なぜ彼女が学校に着いた時に彼を見捨てなかったのに、彼はそうしなかったのですか。良い馬は決して後戻りしません。彼女は彼が SS レベルの能力で目覚めるのを見るでしょう。その後、彼女はすぐに彼を自分の犬のように扱いたくなるでしょう。彼女は彼にそれが何であるかを言わせるべきだ。しかしリードは頬にキスをすると、それは無理だと言いました。その後、彼女は彼を引きずり下ろし、 彼はベッドに倒れ込んだ。リードは彼の上に座り、彼女を許してもらえるか尋ねました。彼女は顔をあからめ、彼が望むなら彼女を罰してもよいと言いました。ルー、ジャンニンは彼女をベッドに押し倒し、彼女が嫌いだと言いましたが、彼は喜んで彼女の手を握りました。彼女は足を引き上げて、彼にひどい仕打ちをしたと言いました。愚かな彼は、彼女を罰すべきだ。この時。 彼は一人でベッドで寝ていましたが、それは夢であり、リンルオとサキュバスの女王が彼の隣に立っていました。彼女のピンクの蜃気楼は本当に素晴らしかったと彼は言いました。この男は気づかずにそこに落ちた。彼女は笑って彼に感謝した。それから彼は家具屋に電話してそれをするように頼みました。そして彼女は同意しました。彼女は剣を男の頭上にかざしたが、突然魔法の手が彼女の剣を掴んだ。 抜こうとしたが、歯が抜けなかったという。主人公は驚いて、何が起こっているのですか、と尋ねました。白く冷たいその生き物は、自分は真の霊気の破壊者だと言いました。彼の力をあえて疑う者は罰せられるだろう。リンルオの背後に触手が現れた。彼はまた、闇の皇帝に電話し、全員に助けを求めました。氷のダブルが花がを突き飛ばすが、 すでに背後からダークエンペラーが迫っていた。彼は攻撃しようとした。しかし、氷の影武者はフロストドームを使用し、障壁が彼を取り囲んだ。ダークエンペラーがパンチを繰り出し、氷は粉々に砕けた。この障壁は彼を止めることはできないと彼は言いました。次に、その生き物は背中の後ろに現れた氷の鎖を使用しました。 闇の皇帝は自分が手足を縛られていることに気づき、これはまずいと言いました。鎖はリン・ルーに近づくことができた。彼は彼らの動きが早すぎると言った。しかし、かぐやは何とか間に合い、鎖を切りました。彼は彼女が信じられないほど早く反応したと嬉しそうに言いました。この能力はすごいですね。彼は闇の皇帝と緑の悪魔に戻るように言いました。 氷の影武者は洗いながら誇らしげに陣寝ました。何、攻撃するのが怖いのですか主人公は、怖いのですが、影武者は冗談を言うのを知っていますかと尋ねました。その生き物は尋ねました。彼は彼を嘲笑しているのですか林らは陰険に言いました。今は主人を守り、刺激に反応しないつもりのようです。ところで彼も言葉で挑発して罠に誘い込み、 その状況に乗じて殺害しようとしているのでしょうか。この影武者は、リン、漁師がこれほど洞察力があるとは思わなかったと語った。ダブルは S 以下で、彼のダブルは S しかないので、彼と交戦するのは愚かです。しかし彼は S レベル能力、パーフェクト、ヒュージョンを発動してしまう。暗く不気味なオラが彼を包み、かぐやと闇の皇帝が融合するのだと彼は言いました。 彼らは何もない空間に現れた。彼らの暗い、しかし色とりどりのオーラが融合し始め、全く異なる影武者の姿が現れました。ダブルカグヤとダークエンペラー、レベル S とプラス2。力300。一般人では、10。臨床性、350。知性、40。防御力、70。体力、4000。 エネルギー回復速度30分ごとに1ポイント成長不明射程3 0ル。強盗の剣敵を攻撃してダメージを与えるたびに敵のエネルギーまたは能力の30%をランダムに奪いますエネルギーポイントを7消費します充電はありませんパッシブアクション攻撃は250ポイントのダメージを与え 毎秒にエネルギーポイントを消費します。アーマー・オブ・ザ・ダーク・エンペラーはパッシブアクションで、あらゆるダメージに耐えることができる6000ユニットのアーマーを提供します。解放、ダーク・エンペラーの鎧が破壊されると、ホストの体に対するすべてのマイナス効果が消え、臨床性が60ポイント増加します。100回戦闘すると、クリティカルヒットの頻度と確率が20%増加し、 モンスターを倒して得られる経験値が2倍になります。林羅氏は、臨床性が350ポイントだと言った。核攻撃は250ポイントの物理ダメージを与えることができます。闇の皇帝の鎧と組み合わせることで、かぐやの主な欠点はその脆さを補われます。かぐやは攻撃を開始し、彼女の剣から暗黒のエネルギーが広がりましたが、氷の双子は彼女の一撃を止めることができ。 彼が真の殺人王であると言いました。彼は怒って、わかった、アイスリングを使うよと言いました。その後、鋭い結晶がたくさん飛んできました。かぐやは素早く探検を自分の周りに振りかざし、割れた結晶の破片で自分の周りを取り囲みました。氷の双子は不満げに考えた、どのくらいの速度ですか、何もない。雪の壁が彼らの動きを阻む。彼は、彼らが氷、 氷の棺に浸されるだろうと叫んだ。彼の周りのすべてが雪と氷で覆われ始めました。家具屋の前に巨大な氷の棺が現れ、バタンとしまった。彼女は攻撃を始め、それが彼にできるすべてなのかと尋ねました。彼女は今度は自分の番だと言い、ショックを受けた影武者は勇気がないと言いました。彼は彼女に自分を超えさせず、凍てつく雨を降らせた。 彼女は霜と凍てつく雨の試練を経験してきましたが、痛みを恐れていませんでしたか。しかし、かごやさんは、彼女にとっては小さな雪の結晶だと答えた。彼女は彼に向かって剣を振り、自分の歯の方が危険だと言いました。しかしその後、ダブルは氷の鎧と氷のリングを使用し、凍てつく雨を降らせました。彼は結晶と霜の流れに包まれていました。 かがやはこれらすべての防御層を軽々と突破し、彼の喉元に剣を当てました。彼女は身体を保護していると言いました。彼女は霊気を使って彼の攻撃速度を下げることができた。彼は、彼女が彼を倒すことはできないと確信していると言いました。かぐやは笑った。彼女の上に闇の皇帝の姿が現れた。彼らは解放能力の力を使った。ダークエンペラーの鎧が破壊されると、 所有者の健康は自動的に回復し、臨床性が60ポイント増加します。彼女は夜の雨を使い、暗い稲妻を伴う歯で攻撃した。影武者は倒れ始め、無理だと言ってバラバラに飛び去った。かぐやは、主の名誉を最後まで守る、そうでなければ自分はかぐや姫ではない、と言いました。彼女はその男に歯を振り上げ、今がやるべき時だと言いました。血が流れ、 その後両ダブルスがリンラの前に立ちはだかった。彼女は任務を完了したと言い、闇の皇后は彼も完了したと言いました。主人公は笑って、二人はよかった、休んだ方がいい、任せておけばいい、と言いました。システムによれば、強盗の才能を活性化するには、効果的な能力、スキル、および活性化する魂の力を選択する必要があります。林らは能力効果を選択しました。 氷のオーラが彼を包みました。彼はそれを感じました。それは S レベルの能力の覚醒に違いありません。彼は笑いながら、戦闘スキルが大幅に向上したと言いました。それらをテストする時が来ました。能力個人マスク、SS レベル、効果、独自のアイデンティティを持っています。人は精神と意志の両方を持たなければなりません。彼らは個人的なマスクで結合して、 自分の守護聖人を召喚します。守護聖人は、もが危険にさらされた時に現れます。マスターが直面する危険がより致命的であればあるほど、より強力な守護聖人が召喚される可能性があります。彼は不満そうに尋ねた、本当に危険な時だけ作動するのでしょうか、彼は顔を食いしばって叫んだ、そんなことが可能なのか。彼はそれを信じられなかったので、守護神を召喚し始めました。 手のひらからは明るいエネルギーが湧き出ていたが、目の前には誰もおらず、不安を感じた。リン、ルオは失望して地面に倒れ込み、ついに SS レベルのドッペルゲンガーを手に入れた、しかしなぜそれらを一緒に使用できないのですか。祈りの主は、SS レベルのドッペルゲンガーには何らかの制限があるのかと尋ねました。主人公は頭を上げて分かったと言い、かぐやに首を叩いてもらいました。彼女はショックを受けて、 彼は何をしていたのですかと尋ねました。リン、ルオは、彼の新しいドッペルゲンガーを召喚するには、彼が致命的な危険にさらされている必要があるため、彼女がそうする必要があると答えました。次に、攻撃された場合にドッペルゲンガーが現れるかどうかを確認する必要があります。カグヤは剣を手に取り、わかった、やってやる、と真剣に言いました。彼は彼女に始めるように言いました。 彼女の剣がリンルオの首に迫り、リンルオは目を閉じたが、カグヤの剣はほんの少し触れただけだった。彼はストレンジに、なぜドッペルゲンガーが現れなかったのかと尋ねました。祈りの主は、ドッペルゲンガーは単に自分が危険にさらされていると感じていなかったようで、現れなかったと言いました。それでもカグヤ様は殺したくなかった。主人公は、それなら闇の皇帝が彼を攻撃するべきだと言いました。 遠慮せずに思う存分打てます。彼はすぐに主人に従い、拳で主人を殴り始めました。林らは近づいてくる拳を見つめたが、突然立ち止まった。誰もが凍りついた、と彼は思った。時間が止まったのか。その声は何かを感じたと言っていた。主人公は、誰が話しているのかと考えました。林、ルオの頭上に閃光が現れた。その声は、 彼の心には抵抗する気力がない、と告げた。彼は十数の道を通りたいと考えています。彼の正義には何の価値もない、彼はそれを証明する必要がある。今日からが彼にとって最初で最後のすべてだ。マスクが現れ、リン、ルーに正義、怒り、野心、そして未来への願望を心の中に隠すように言いました。もうそれは必要ありません。彼の名を口にしながら、 彼らはこの世界を破壊しなければならない。リン、ルーがマスクに手を伸ばすと、明るいオーラとエネルギーがマスクを包みました。彼は影武者に、自分の言うことを聞いて出てきてください、救世主よ、と言いました。強い風が現れ、そして同様に強く、すべてを飲み込むオーラを持つ仮面をかぶった巨大な男の姿が現れました。闇の皇帝は彼の打撃を受けて、自分自身を守ろうとしました。 仮面をかぶって翼を持った影武者は、ご主人様がお望みなら、彼を地獄に送ってあげる、と言いました。闇の皇后は面白いと言った。彼らは誰が最初に地獄に行くかを確認することができました。リン・ルオは彼らの間に立って、止めるように叫びました。彼は不満そうに尋ねた、彼らはいつ彼の許可なしに何かをしてもよいと決めたのですか。闇の皇帝はぎこちなく頭をかき、 マスターに謝ったたと言いました守護聖人はまた彼の命令を待っているとも言いました。主人公は彼はとても礼儀正しい人だと思いました。彼は初のノーマル SS レベルダブルです。この影武者が魔王ほど凶悪ではないのは良いが、それでも動く実は彼にとって危険である。システムパネルに SS レベルのパトロンダブルに関する情報が表示されました。強さ160。 臨床性150。知性140。防御力130。体力1万。エネルギー回復速度30分に1ポイント。成長200。範囲50メートル。SS レベルダブルにふさわしく、情報パネル上の彼の指標は、これまでのすべての SS レベルダブルよりもはるかに高くなっています。 オーバーロード S のレベルダブルが強すぎる。現実に現れるだけでも一定のエネルギーを消費します。存在時間ごとに1ポイントのエネルギーを消費します。転生23%の守護者、能力は全身の23%。消費量も23%です。グルームはマスターのすべての健康ポイントを即座に回復し、マスターからすべてのマイナス設定を削除します。 消費120エネルギーリブートある日、新世界は瞬時に宇宙世界と接続し、あらゆる攻撃に耐える小さな世界を作り出します。また、マスターはこの小さな世界を爆発させて攻撃を継続し、広範囲に1から1500ポイントの真のダメージを与えることができます。消費、エネルギー1から50、クールダウンなし。永遠の楽園では、 半径100メートル以内にいるすべての味方ダブルのステータスが30%増加します輪流は半径100メートル以内にいる敵対的な分身たちを抑制し彼らの体力を20%減らすことができます最小消費量は1秒あたり1ポイントですダブルスの友好関係が強いほどその数は増え1秒あたりに消費されるエネルギーも増加します 制圧された敵のダブルはより強力に数が増加し、1秒あたりのエネルギー消費量が増加します。クールダウンはありません。林らは、それは悪くなかった、彼の能力は信じられないほど素晴らしく、救命と長距離戦闘のスキルも持っていたと嬉しそうに言いました。彼はアイスデストロイヤーよりも強力でした。彼はほぼ理解していましたが、23%の変換のパトロンは何を意味するのでしょうか彼は、 それは今自分が危険にさらされたからだと主に言いました。彼は自分の力の23%しか自分を守ることができないと考えていました。サキュバスは闇の皇帝を指さし、この鉄の石をたった23%でブロックできると言っているのか、と尋ねました。彼は霊笑して、自分のエネルギーの1%でも無駄にするのは残念だと言いました。闇の皇帝は激怒し、雷で攻撃しました。 彼は叫んだ、新しいドッペルゲンガーは彼を見下しているのですか。勇気があれば、彼は来て個人的に伝えることができるでしょう。皇帝は S レベルのドッペルゲンガーであり、戦う力はない、と答える。リン、ルオは彼らに戦いをやめるように言い、それからサキュバスに噛みつき、彼らを刺激しないように言いました。彼女はすぐに輝に駆け寄って抱きつき、マスターが彼女を殴ったと言いました。 主人公は、女の子たちが抱き合い、男の子たちがお互いを憎み合っているのを気まずそうに見ていました。彼は主に祈りを捧げました。残念なことに、彼のチームにはドッペルゲンガーが多すぎるため、彼らを率いるのは困難です。さて、ドッペルゲンガーはそれぞれ高い知能を持ち、それぞれの個性を持っています。一時的に意識を失ったらどうなるでしょうか。彼らも混乱を引き起こすのでしょうか。 彼は彼らに注意深く聞くように言いました。彼が意識を失った場合、彼らはみんな、祈り主の命令を聞くでしょう。彼らは理解していますか嬉しそうに顔をあからめた主は、本気で言っているのかと尋ねました。三人のドッペルゲンガーは、そうすると言った。常連客は彼が何を言っているのかと尋ねました。しかし、ル両さんが再び彼に電話したとき、彼は同意すると言いました。 その後、彼は先に戻ってきた方がいいと言い、姿を消しました。祈りの主は林らの前にひざまずき、主の信頼に感謝したと言いました。彼は自分の幸福のためなら何でもするだろう。チームは巨大なクリスタルの前に立った。竜天使は叫びました。彼らは一緒に働いてまだ数日しか経っていないのに、すでに再分配を求めていたのですか。彼らは当初、ラオユーが40%、 彼が30%、他の人がそれぞれ10%を受け取ることで合意していました。彼は本当に自分が十分に強くなったと思ったのだろうか。ジン、リリーは、竜天使は昔は強かったが、今では成長したと答えた。彼らのニーズに依存し、収入を推測するのは非常に合理的ですよね。彼は不機嫌そうに、反逆を決意して何をしていたのか尋ねた。ジン、 リリーは竜天使に言葉に注意するように言いました。彼らは彼の部下ではなかった。ラオあなたは彼らにやめるように言った。彼は時の主を召喚し、不機嫌そうに彼らを見つめた。ジン、リリーはラオ、ユーについて何も不満はないと言いましたが、竜天使の言葉はいつものように不愉快で傲慢でした。今日からは公務以外は全員が自主的に行動することになるとのこと。 禁断の領域を攻略するたびに、彼らは分配方法を仲間内で話し合った。それで、彼らは何か異論はありますかジン・リリーは、リソスを自分たちで配布することを望んでいるのかと尋ねました。老玉は、公州には合計13の D レベルの秘密のダンジョンがあると言いました。闇の皇帝が占領した聖地を除けば、あと十二か所が残っていた。ダンジョンを自分が二つ、北郎が二つ、 それぞれに一つずつ選び、残りの四つを全員に分配するというもの。陸天医師はこれを最初に提案したと述べた。老玉は、たとえ同じ秘密地帯を通過したとしても、死ぬまで戦うことは許されない、と答えた。リューティアン氏は尋ねましたが、秘密の領域へのガイドが必要な場合はどうすればよいでしょうか。ラオユウは、もし自分だけでダンジョンを征服するなら、何も奪わないと言いました。 しかし、彼からのガイドが必要な場合は、自分のリソースの10%を放棄する必要があります。彼はまだ同意すると言いました。彼は、彼らを怒らせれば、自分自身に再現のない問題を引き起こし、老友がすべての権力を自分のものにしてしまい、大きな損失をこむることになると考えました。ジンリリーさんも同意したという。リューティアン氏は振り返って、もう出発する時間だと言いました。 次の会議に向けてすべての準備が整います。ジン、リリーは彼らも行く時期が来たと言いました。ラオさん、気をつけてください。彼は、これらの人々のうちどちらがドラゴンかフェニックスである可能性があると言いました。彼らは他人の支配下で生きることに同意するだろうか。おそらく、彼はまず自分の能力を向上させてから、それを探す必要があるでしょう。おそらく結果は良くなるでしょう。 時の主は、主人は重大な仕事をしたと言いました。彼は彼女の頭を撫でて、今すぐ昔のチームメイトを見つけるべきだと言いました。彼は彼らがゲームのルールを覚えてくれることを願った。凛、霊はボスと対処したものの、影武者たちと歩いていたと同志は語った。白い霧は最近交代しました。しかし今、彼には、いくつかの生き物がポタルをすり抜けることができたように思えます。 今、彼らは彼らに問題を引き起こしています。政府はもなく軍隊を派遣する予定だ。彼はこの災害が終わると信じている。彼はどこかにエネルギーを回復できるダンジョンがあることを理解しています。このレベルも聖者の国に似ており、泣き墓と呼ばれているようです。システムパネルには隠しダンジョンと書かれている。推奨エントリーレベルは30から35名で、人数制限はありません。 忘れられた峡谷の深さのどこかに、本物の英雄の魂が眠る埋葬地があります。そこには第六軍団のすべての僧侶の力が集結する。彼らは回送者と残りの人々を守る責任があります。つまり、プレイヤーは物資を届ける責任を負わなければなりません。彼のチームが再びそこにやってくると、第六軍団のキャンプには誰もいないことがわかりました。墓から直接聞こえてきたのは、 女性の叫び声だけだった。主人公は、エネルギーに満ちた稀有な世界のほとんどは、前世でより強いプレイヤーによって攻略され、そのような場所に行ったことがないことを思い出しました。この秘密の世界の本館については、細かい部分がよくわからないが、それは問題ではない。これで、たとえ予期せぬ事態に遭遇しても、彼の力で必ず解決できるだろう。彼はドッペルゲンガーたちに先に進むように言いました。 彼らは従い、全員が明るい門を通り抜けました。主人公は死の地面を踏んだ。彼らは岩の中の人気のない場所を歩きました。サキュバスに抱きしめられ、とても寒いと言われました。彼女が満足げに彼を抱きしめている間、彼は他の人たちはどう感じているか尋ねました。闇の皇帝は寒さは怖くないと言いました。加賀屋さんも寒さは怖くないと言っていました。 異常気象は彼女にとって良いことだ。祈りの主は彼の気遣いに感謝しました。彼の服は彼を寒さから守ることができる。リンルオはまざまな防寒着を着てクリスタルを取り出した。女性用の服を用意してくれてよかったです。彼らはそれを受け入れることができます。かぐやとサキュバスは温かい服を着ました。彼女はかぐやに尋ねました。彼女も寒くないですか 彼女はすべて順調だと言い、再び主に感謝しました。祈りの主は、そこには誰もいないと言われました。彼には喧嘩の兆候は見られなかった。まるでボスが空中に消えてしまったかのようでした。彼らは風に乗って岩の間を歩きました。かぐやは誰かが近づいてくることに気づきました。彼は、戦いが始まってよかったと言いました。彼らの前には、でもたくさんの人がいました。 リン・ルオルは闇の皇帝に彼らを止めるように言いました。そうすればチームの戦力を増強するでしょう。彼は彼の言うことを聞いて、前に走りました。リン・ルオは祈りの主に願いがあると言いました。主はそれを叶えてくれると言われました。主人公が金塊を握ると、目の前に運命の輪が現れました。ダークエンテラーが攻撃者と戦っている間、リン・ルオはそれを開くように言いました。 矢印はクリスタルを指していて、それは SS レベルの精霊焦点クリスタルですか。わずか1%です。ついに彼が攻撃する番ですか。彼は祈りの主を抱きしめ、その働きに感謝していると嬉しそうに言いました。この宝くじでの彼らの結果は素晴らしいものです。彼はよく働きます。ドッペルゲンガーも微笑んで、ご主人様にお使いできて光栄だと言いました。 主人公は満足げにその結晶を眺め、主は、この抽選の結果が良かったのは良かった、そうでなければまた叱られるだろうと思いました。リン、ルオは、このアセンション、クリスタルが A レベルと S レベルのドッペルゲンガーを結びつけることができると考えました。これが本当の奇跡だと言われています。アイテム市場では、クリスタルは少なくとも10億コインの価値があります。ただし、 このクリスタルでは能力経験値が70しか得られず、盗賊を SS ランクまで上げることはまだできません。アセンションクリスタルを兄に託した方が能力はスランクまで上がるだろう。彼は分身を発動できるようになり、次回彼を救うことも容易になります。彼は他のクリスタルを破壊し、そのエネルギーの流れが闇の皇帝に注ぎ込まれました。林、漏師は、ダークエンペラーの防御力、臨床性、 範囲のレベルが向上すると述べました。色とりどりの流れが彼を満たし、闇の皇帝は自分の体にたくさんの力が入ってくるのを感じたと言いました。ダブルレベル。経験値100中14。筋力214。臨床性212プラス8。知力11。防御力67プラス4。体力5000。エネルギー50分の15。 エネルギー回復速度は30分ごとに1ポイント回復、高さ100、射程28メートルプラス3メートル。力づくで乗っ取るスキルで、敵を攻撃してダメージを与えるたびに、ランダムで敵の属性や能力の十分の3を奪い、気力を7ポイント消費する。ダークエンペラーは地面を撃ち、裂け目と大きな黒い爆発を引き起こした。すべてのモンスターがバラバラに飛び散りました。林らは、 分かった、今度は彼らが最大の利益を得ることができた最善の戦略を思い出す必要があると言いました。プレイヤーは調査に来た神殿の第二軍団を手伝うことになります。その後、彼らは寺院の第二軍団と共に精霊の墓を探索し、魔女教団の指令術師に会わなければなりません。プレイヤーはネクロマンサーを倒す必要があり、そうすれば寺院の第二軍団から報酬、死者を弔うクエストを受け取ることになります。 リン、ルエルにとって、これは難しいことではありませんが、最終的な報酬は高くないと確信しています。しかし、彼はもっと危険で有益な戦略を持っています。彼の闇の皇帝は、彼らの邪悪なエネルギーを打ち破るだろう。彼はカグヤに、闇の皇帝が全ての敵を殺すのを手伝うように言いました。そうすれば彼らは戦います。彼女は、はい、と答えました。 かぐやは駆け寄って剣を振り、モンスターを倒しました。主人公もやってきて、海の皇帝と共に戦場に立った。彼は今すぐ攻撃を開始するように言いました。そして皇帝はそう言いました。ネクロマンサーは魔法のボールを覗き込み、彼らを観察しました。彼は、これらの人々は驚くかもしれないと言いました。実際、彼は憎しみが届く前に逃げ出した。血まみれの花嫁は言いました。 いいえ、彼らのうち人間は一人だけです。彼はさらに数人の英雄的な魂を召喚しました。彼女は神聖な運命が現れるとは予想していませんでした。オブリビオンのスノーキャニオンでは第二軍団の軍隊が歩いていた。第二軍司令官ラインハルトは剣を振り上げ、この先には忘却の峡谷があると叫んだ。彼らは神殿の栄光のためにそこに入ります。今日 彼らは魔女教団から悪党たちを排除しなければなりません。戦士たちはみんな、はいと叫びました。しかし、その後、司令官は尋ねました。そこにいるのは誰ですか林老と闇皇帝加害がやってきた。彼は頭を下げて、前方の兵士に関する情報があると言いました。ラインハルトは、彼は人間なのか、と考えた。彼は本当にそこまでの英霊を持っているのだろうか あんな戦士に会うのは初めてだ。指揮官はコインを取り出し、冒険者に知っていることをすべて話すように言いました。彼は情報のレベルに応じた報酬を与えます。主人公は、実際にメイドが情報を入手したので、彼女が詳細を彼に伝えると答えた。かぐやは真実はそうだと言いました。しかしその後、彼女の顔は不気味になり、彼女のオーラが空気に満ちました。 ラインハルトは、彼にもっと早く話すように言いました。すると、カガヤンは何かを持っていると言って、剣で彼を殴り、馬から落とした。彼は剣で身を守り、風と彼女の雷の力から立ち上がって、彼らが誰であるかを尋ねました。リン、ルオは能力を使い、3秒以上行動できないと言いました。ラインハルトは、それがどんな不思議な力なのか尋ねた。それは彼が動くことを許さなかった。 災害は即座に強烈な剣撃を繰り出した。破砕陣を使用すると、林竜の投資力が2.500ポイント増加しました。かぐやはアイルドブレードの発動に成功した。報酬は新たな戦闘スキル、威力30%プラスの炎を喰らう波動剣だった。かぐやが破砕陣を発動した。彼は戦闘の主導権を握ることに成功し、さらに権力の30%を獲得しました。 指揮官は目を閉じて、なぜ自分の力がこんなに早くなくなってしまうのか考えました。この悪党の歯の何が問題なのでしょうか。ラインハルトは歯を持ったリン、ルイスと本を持った祈りの主を見た。指揮官は、それは彼だ、奇妙な呪文で彼をコントロールしている。彼の力を奪い、全軍の中で屈辱を与えたい。彼は裏切り者だ、と言いました。ラインハルトの周囲のすべてが光った。 彼らの闘争心はすごいと彼は言いました。輪廻はこのスキルを長くは使えないと思っていた。力が尽きるまで持ちこたえるだけだ。兵士たちは近づき始め、船長を守らなければならないと叫びました。主人公は千の速風の剣の力を使い、何度か歯を振ったが、風によって数人の騎手や馬が吹き飛ばされただけだった。船長は3分が経過したと言いました。 彼は体験で攻撃を開始し、カグヤに撤退するように言いました。それから彼は振り返ってリンで、レウレに電話し、魔女教団からの暗殺者だ、怖くないなら決闘してくれると呼んだ。もちろんラインハルトは攻撃できると彼は言った。彼は腕を広げた。船長は走って、抵抗していないと思いました。何が起こっているのか。彼が何を計画していても、この野郎を殺すつもりだ。 ラインハルトの剣が彼の頭に止まり、リン、ルエゴが常連客を呼んだ。巨大な影絵が彼の後ろに現れ、翼で彼を覆い、誰が主に逆らおうというのか、と言いました。驚いた船長はこう言いました。どうしてそんなことが可能なのですか、一人で複数のダブルスと契約することはできますか。主人公は、ラインハルトは次の瞬間には力を使えなくなるだろうと言いました。 常連客はエネルギーボールを作り、それを船長に送り、消えるように言いました。ラインハルトは、自分の皮膚がこれらのボールによって食い荒らされるのを見て、驚いて尋ねました。これは何ですか新しい世界。彼の頭は徐々に形を失い、さらに広がり始めました。鎧だけが残った、と彼はついに言った。神殿に栄光あれ。指令術師は花嫁に、この人たちは味方ですか と尋ねました本当に誰かが助けに来てくれたのでしょうか。では、なぜ彼らは何もメッセージを受け取らなかったのでしょうか。彼女は兄も理解できないと答えた。もしかして、魔女教団が彼らを助けることにしたのでしょうか。彼らは援軍を送りましたか。司令術師は笑い始めてこう言いました。すべては事前に仕組まれていたようだ。死者の灰は非常に重要であるため。 彼らはこれらの英雄の骨を静かにきれいにすることができます。彼は、彼女の言う通りだが、リーダーは亡くなったので、客人をもてなすべきだと答えた。二番目の船長は全員に攻撃を命じた。彼らは指揮官に復讐するだろう。かぐやは戦士たちの列を駆け抜け、稲妻とエネルギーの後を残した。彼女の剣に抵抗できる者は誰もいなかったため、林らは強盗を行った。 マスターの安全は家具屋自身が守ると彼女は言った。リン・ルオ氏はパネルを見て、プレイヤーのキャンプで NPC を殺すと経験値の量が減るだけでなく、収入も得られなくなると言いました。しかし、これが戦死した人の遺骨を手に入れる唯一の方法です。システムはプレイヤーを祝福します。闇皇帝のカイカイとナガイがラインハルトを殺害した。報酬は576万経験値。 レベル8以降の NPC を倒すことで経験値の900%を獲得します。100 0分の能力で、モンスターを倒すと200%の経験値を得る効果がある。主人公は家具屋に帰るように言いました。彼女は彼らが隠れられる場所を見つけなければなりません。彼らが戦い始めたら、宝物を奪えばいいだけです。彼は地面を見て、これは何ですかと尋ねました。 地面から死体が生い出てきた、と彼は言った。遠くの放浪者、尊敬されるメッセンジャー。魔女教団が彼を精霊の墓所に招待する。あの皇室の犬は外にいる。彼は彼らに任せることができる。彼らはそれを理解するだろう。林らは思った、何の使者だ。魔女カルト。彼らは何か誤解をしたのでしょうか そのマニュアルには、の操作について何か書かれていましたか。彼は何も思い出せません。しかし、その後、彼はどんな状況にも対処できると決心しました。彼は死体に道を教えてくれるように頼んだ。彼らは冷たい岩の間を導かれました。彼は、この暗いダンジョンがもたらす宝物がリン、ルーを喜ばせることを期待する価値があると考えました。やがて彼らは大きな洞窟に到着した。 リーの花嫁と魔術師たちが彼らを待っていました。彼は接近攻撃を決めた。おかげで魔術師6人が一度に死亡し、彼らを殺せばこのダンジョンは直接クリアできる。しかしその前に、彼は計画を立てて、殺害された人々の遺廃が何であり、どこに隠されているかを調べる必要がありました。女性はドゥール、暗部シに対し、彼の援助に感謝していると語った。 彼女は彼が重要な役人から何か重要な指示を持ってきたかどうかを知ることができたでしょうか。林らは考えました。指示はなかったのですか。彼をそこに連れてきたのは彼らではなかったのか。今、彼は負けるわけにはいかなかった。もし彼が今話したら、彼の秘密が明らかになってしまうだろう。彼の演技力を試す時が来た。彼は尋ねました。何が起こる可能性がありますか。 彼らの注文はどうでしたかネクロマンサーは10日間の儀式を経て、ついにフロスト、ドラゴンの開発を完了したと語った。リン、ルオは彼らにドラゴンを見せてほしいと頼んだ。リーさんの婚約者も同意し、彼らについていくよう誘った。彼らは気がつくと大きくて暗い城の中にいました。すると、明るい門が見えました。女性は到着したと言い、リンルオは、 これはフロストドラゴンではないのですか、と言いました。彼の前には、サリに繋がれたドラゴンの骸骨があった。龍魂が覚醒すると、普通のプレイヤーでは絶対に不可能なレベル40のボスとなることは間違いありません。彼は彼らの勤勉に感謝した。アイスドラゴンを生成するには、どれくらい時間がかかりますか。指令術師は、尊敬される使者によると、 改良を完全に完了するにはあと二日ほどかかると答えました。以前、彼らは第二軍団の到着が問題を引き起こすのではないかと心配していた。リン、ルオの助けにより、彼らはついに平和にドラゴンを生成することができます。アイスドラゴンが目覚めれば、スになるだろうと考えたのだ。それを手に入れれば、彼は間違いなく大金持ちになるので、後で戻ってドラゴンを手に入れるべきです。ところで、 殺された人の遺骸はどこにあるのかと彼は尋ねた。彼は戦いで多くのエネルギーを使い果たしました。彼はできるだけ早くそれを修復する必要がある。指令術師曰く、戦死した者の,の遺骨はアイスドラゴンを生成するための重要な材料だが、今は残りわずかだという。彼は尋ねました。彼らは彼にエネルギーが残っていないことは問題ではないと思いますか。指令術師は神経質そうに言いました。いや、 それは彼らが話していることではありません。彼は殺された人の残りの灰を要求するでしょう。魔術師が彼に近づき、いくつかの箱を手渡しました。彼は大使者に、これらは戦死したものの残された位灰であると語った。主人公は、俗層に灰と流れを吸収し始めた。システムは、彼が殺害された位灰の一部を使用して、ゆっくりと100ポイントの2倍のエネルギーを回復したと報告しました。 すごく便利だけど、収入が少なくてまだ収入が得られていないのが残念だ、と彼は思いました。彼は花嫁に、殺された人の遺灰を使い続けても良いか尋ねました。彼女は、大使者がすべての灰を手に入れたいのであれば、アイスドラゴンを生成する作業が遅くなるだろうと言いました。林らは彼らに心配しないでと言いました。彼は殺された人の遺灰を生成するだろう。必要な量を入手したら、 元のタスクを続行できます魔術師たちは心配になって、これは何ですかと尋ねました。林楼の後ろには、カグヤとダークエンペラーが立っていた。彼は、司令術師がどうして彼の命令に従わないのか、と尋ねた。彼は恐る恐る、いいえと言った。彼は偉大な死者に心配しないでくださいと言いました。男は魔術師たちに議論をやめて偉大な死者に死者の灰を生成させるよう命じた。 彼は微笑んで、まず彼らに命令に従ってもらい、それから時が来たら話すだろう、と考えた。花嫁は彼を注意してみていました。暗い部屋で彼女は魔法陣を作り、そこから何か黒いものが出てきました。その声は彼女が彼を眠りから目覚めさせたと言った。式典の何が問題だったのでしょうか。彼女は偉い人に許してくれと言いました。悪いことは、にも起こりませんでした。 それどころか、彼の助手がいたので、彼らは悪党たちを撃退することができました。黒い人影は尋ねました。助手は何ですかそれから花嫁は、偉大なる者は彼らを助けるために暗部を送ったではありませんかと尋ねました。闇の実態は答えた。カルトに向かう運命にある者たちはみんな、それぞれの任務を持っているので、誰も彼らを助けに来る時間はない。彼女はンルオに魔法のボールを見せ、 彼が数人の影武者と共にテンプル騎士団との戦いを手伝ってくれたと語った。これから彼らはアイスドラゴンの生成をやめ、殺された者の灰の生成を始めるでしょう。偉い人は魔女教にそんな人間がいないことを知っていたが、帝国の人間を殺したということは帝国の敵になってしまったということだ。彼らは彼をカルトに招待しなければなりません。花嫁は尋ねました。でもなぜですか この男は出自不明です。彼らは彼を殺さなければなりません。暗い人物は恐ろしいオーラを強めて、もし殺された者の遺灰が欲しいなら、運べる限りの量を与えなければならない、と言った。花嫁は地面にひれ伏して、はい、と言いました。主人公たちは、魔術師たちが殺された戦士の遺体を運び、怠けるなというのを見て、そうだと答えた。彼は、 全ての神秘的な英雄が死んだにもかかわらず、彼らの体にはまだ強力なエネルギーが残っていると考えました。飼料術の魔法のおかげで、彼は殺された者の灰を手に入れ、それによって分身のエネルギーを回復することができます。これはとんでもないことだ。彼らが一生懸命働けば、彼はすぐにエネルギーの自由を達成できるでしょう。花嫁が彼に近づくと、彼は彼女がどこにいたのか、 ななぜ一緒に仕事をししかかったたのかと尋ねましたこんな美しいドレスを着て何もできないなんて彼女は思わないはずだ。しかし、女性は彼に顔を近づけ、彼が誰なのか知りたい、なぜ彼らの隠れ家に来たのかと真剣に尋ねました。彼は尋ねました、忍び込んだのは彼ではなく、彼らが自分たちで連れてきたのですよね、彼女は彼の言うことが正しいと思ったが、どうやら急いでいたようだった。 神父は頭を下げて謝りました。彼女はもう一度自己紹介をすることにした。彼女は希望の魔女の部下だった。彼女の名前は花嫁でした。彼の名前は何でしたか彼も頭を下げてこう言いました。闇の皇帝。彼女は考えました。闇の皇帝。花嫁はこの名前を聞いたことがありませんでした。彼女は帝国は彼らの敵であり、 彼らのカルトの敵であるのに、なぜ彼は彼らに参加しなかったのかと言いました。彼らは彼が必要としていた殺された人の位牌をまだ持っていました。もし彼が彼女をゲストとして連れて帰る気があるなら、彼らはこの素材をさらに提供できるだろう。リン・ルオはそこで何が起こっているのか驚いて不思議に思った。通常、ダンジョンのプロットはボスを倒した直後に終了します。そして今はさらに広がっているように見えますか 彼は、彼女が必要な量の灰を提供してくれるなら、おそらく彼女と一緒に魔女教団に戻るだろうと答えた。彼は彼女と一緒に行くべきかどうか迷った。ツーフィスツがフォーアームズを倒すのは難しいでしょう。クエストが長引いて体力をすべて失ったらどうなるでしょうか。それは大変ではありませんでしたか。彼女は、どれくらいの灰が必要なのかと尋ねました。彼は20人前が必要だと答えた。 彼女は興奮した様子で、彼が軍団長を殺したなんてあり得ない、と答えた。帝国はすぐに兵士を送り込んで彼らを包囲して殺すだろうから、できるだけ早くフロストドラゴンを生成する必要がある。彼は何を恐れなければならないのか尋ねました。兵士たちがやってきたら、彼はただ彼らを殺すだろう。彼女は彼に殺された人の灰を渡すべきだ。彼女は、彼を過小評価していたわけではないが、 到着する兵士たちは第三レベルの強さであると答えた。彼女は遠く離れていましたが、殺された人の位牌を生成することはできませんでした。自分の魅力が彼女に効かないのは悪いし、彼女を騙すのは難しいと彼は思った。彼は魔女教団に参加することに同意したといい、彼女は彼の協力に喜んで感謝し、もう戻る時が来たと述べた。しかしその後、 炎を喰らう専属性の波動拳であるダガーで彼女の胸を貫いた。彼は彼女に戻って準備をするように頼みたいと言いました。システムはプレイヤーを祝福しました。彼はリーの花嫁を殺害し、報酬と364万の経験値を獲得しました。レベル6以上の NPC を殺害すると、経験値の700%を受け取りました。百戦効果の能力で、 モンスターを倒すと200%の経験値が得られる。すべてのマジシャンは目が殺人者ではないかと恐れて叫びました。リーの花嫁は畝から血を流して倒れ、彼はかぐやと闇の皇帝に残りを殺すように命じた。誰もが走り始め、悪霊の軍隊がこの地から去っていくだろうと叫び始めました。カがヤとダークエンペラーは彼らを捕まえ、拳で彼らを殴り、剣で彼らを殺しました。突然、 魔術師は死の声を使って林、ル王を縛り上げました。彼は笑いながら、自分の死の声はただの殺人者を襲った、彼は悪党だ、と言いました。主人公は、このシンプトンはどこでそのような能力を手に入れたのだろうかと考えました。彼は簡単に足かせを打ち破り、笑わせないでと言いました。マジシャンは飛び戻って攻撃を始めた。彼は出血し始めた、と彼は言った。 なんというインパクトの速さだろう。彼は、どうして、なぜ自分の能力がうまくいかないのかと尋ねました。主人公たちと他の魔術師たちは立ち上がるのが困難になりました。彼はこれはどのような振動なのか尋ねました。本当ですか老子霊術師は、自分は単なる情報伝達者だと言いました。彼はアイスドラゴンに命を吹き込みます。彼の頭上に輝くドラゴンの頭のイメージが現れ、 続いて明るい氷の塊でできた骨の巨大なドラゴンが現れました。指令術師は彼に、リーの花嫁を殺したこの卑劣な殺人者を倒すよう命じた。リン、ルオは、このローマ術師が以前にドラゴンを目覚めさせたと言いました。ドラゴンには皮膚、く爪が生えてきました。システムはアイスドラゴンであると報告しましたが、変身ステータスは不完全です。モンスターレベル35、 攻撃力480、素早さ89、防御520、体力9万、経験値36万。アビリティは、氷のブレス。ドラゴンは氷の息を吹きかけ、敵に600または950単位の魔法ダメージを与え、敵の動きを遅くします。ただし、まだ変身が完了していないため、スキルを発動するとアイスドラゴンの体力が減少してしまいます。 猛烈な攻撃は500または600ユニットの物理ダメージを与え、敵の能力を抑制します。ドラゴンの方向は、木の能力に影響を与え、ターゲットの戦闘能力を10から20%低下させます。主人公はこのドラゴンは大きく見えるが、その力はそれほど強くないと思っていました。厄介なモンスターの船長も最初は装備が良かったので、これも似たような感じになるはずです。 能力を覚醒させれば、任務完了前に報酬が得られる。リン、ルオはドラゴンに向かって走り、ダークエンペラーに、彼らが最初に攻撃するから、カガヤはネクロマンサーを殺さなければならないと言いました。彼らは命令を実行すると言いました。司令術師は眉を潜めて、リン、ルオは手を出さないだろうと言いました。巨大なドラゴンが立ち上がり、アイスブレスを使用した。 雪と氷の波がリン・ルオとダーク・エンペラーを押し流した。ドッペルゲンガーは手で体を覆い、リン・ルオに気をつけるように言いました。彼は後ろに隠れて、ドラゴンに、彼の偉大な風の歯が彼の氷の息吹を砕くだろうと言いました。闇の皇帝は依然として無数の流れから両手で身を守っていた。主人公は飛び起きてドラゴンの頭上に探検を振り上げ、叫び声を上げると脅した。 彼は膨大なエネルギーと魔力をその一撃に注ぎ込み、稲妻を引いた刃でドラゴンの頭を打ちつけた。彼は闇の皇帝を召喚し、ドラゴンを際限なく攻撃し始めた。怪物は叫び、再びアイスブレスを使用した。林らはすでに上から攻撃していた。気力の剣である一万本の剣を使った。戦闘術、貪る炎、波動剣、覚悟の必殺攻、剣舞。 巨大な火の流れが渦を巻き、ドラゴンの頭に落ちました。彼はかぐやに休む機会を与えずに、自分を引き止めるように叫びました。彼女はネクロマンサーを攻撃し始め、理解したと言いました。古外は即座に大きく切り込み、強風の刃を使用した。稲妻を帯びた彼女の剣が司令術師の腹を貫き、彼は悲鳴を上げた。主人公はそれが素晴らしいと言いました。今、 彼らは一緒にドラゴンを攻撃する必要があります。主人公も千代本の剣の舞で攻撃を開始した。彼は怪物の頭に落ち、探検と火の光線で攻撃されました。攻撃しろと告げ、かぐやも夜風の葉を使って急接近する。二人は大爆発を起こし、竜の頭が落ちた。システムは彼を祝福した。彼はアイスドラゴンを殺した。リンルオは、 6480の経験値を受け取りました。レベル8以上の NPC を倒すと900%の経験値が得られます。100回の戦闘の能力、効果は、モンスターを倒して200%の経験値を取得する必要があります。システムは彼を祝福します。現在レベル28です。ドラゴンは動かずに横たわっており、そこからは冷たい蒸気が立ち上がっていました。リン、ルオシは、 このモンスターの体力バーは素晴らしいが、その報酬にはそれだけの価値があると述べました。彼はシステムパネルを見て、まずすべての能力ポイントを使って便称性を向上させることに決めました。便称性が218から222に上昇し、千剣件はレベル5、風剣千剣件はレベル11に上昇。千剣件10の能力にポイントを加算することにした。レベル四十以上に剣の枚を重ねた場合、 本来のレベル50、レベル13の風剣軍はプレイヤーに危険が迫った場合に自動的に発動します。このスキルが向上し続ける限り、最終的にはエネルギー消費は最小限に抑えられます。刃のエネルギーが無限になると攻撃頻度が大幅に増加する。彼はドラゴンに歩み寄り、ボスレベルのモンスターが開くであろう報酬を確認することにしました。明るい輝きが現れました。 彼は驚いてこう言いました。そして彼は怪物の肉体に手を突っ込み、美しく光る剣を取り出した。主人公はこれはすごいと言いました。ダイヤモンドレベルの剣が手に入るとは予想していなかった。今では彼自身が神です。リン、ルーは感心して剣を振った。システムは彼を祝福した。今、彼はダイヤモンドレベルの武器を持って火遊びをしています。破壊の中心、 ダイヤモンドの品質。アイテムレベル27。限定能力、近接タイプ2。攻撃力プラス289、クリティカルヒット威力プラス15%、クリティカルダメージプラス20%、攻撃速度プラス20%。鎧の防御力、敵の強さは考慮されません。物理防御力が10%増加します。主人公はこれはすごい剣だと言いました。 攻撃力だけでなく、追加スキルもすべて上昇します。現時点での最強の武器と言えるでしょう。アイスストライク。攻撃ごとに敵の敏将性が2%減少します。持続時間は5秒で、最大15回まで繰り返すことができます。ハウルのアクティブスキルは、剣にあるアイスドラゴンの怒りをすべて活性化し、半径5メートル以内の敵に優柔不断の効果を引き起こします。 クールダウンは1時間です。ためらい、敵の攻撃を止めるための短い一時停止。林ら氏は、このレベルの武器が下位レベルの秘密世界で入手できるとは思わなかったと述べた。前回はダブルを1つだけで倒したが、今回は2つで倒したからだろうと彼は考えています。難易度が上がるにつれて、報酬とその価値も増加します。彼は笑いながらドラゴンの頭に近づき、 何かよりものがあるかどうかを確認しました。まるで解体しているかのようだった。リン・ルオは漂流の角、骸骨の血を手に入れた。主人公は、すごいドロップ、上級の血液回復薬、気力回復薬、魔法の巻物、装備品、コインを手に入れたという。特に漂流の角。これでレベル35のボスを召喚できるようになります。 どのボスも強力なスキルと多くの健康を持っています。それはまさに最高の生きた盾です。彼は死んだリーの花嫁を見て、戻ったら大きな魚を捕まえるだろうと言いました。そして今のところ、彼は殺された人の遺灰を生成してほしいと頼みます。彼はダークエンペラーと輝に、次へ進む時が来たと告げた。彼らは氷の崖に沿ってさらに歩きました。リューティアン氏が入るとすぐに、 ダークエンペラーがレベルをクリアしたというシステム通知が表示されました。クリアにかかった時間は4時間11分でした。シークレットワールドのリフレッシュ時間は23時間51分でした。彼はこれはダメだと言いました。彼はエネルギーを回復できる秘密のダンジョンを見つけたところです。しかし、闇の皇帝は再び彼を打ちまかしました。彼は怒って、こんなにすぐに喧嘩になるとは思わなかったが、 彼自身が彼をそのようなことをするように挑発したと言いました。よい。彼を殺した後、彼は老人の竜に対処することができます。全く別の部屋では、警察が怪物が破壊しようとしていたドアを押さえつけようとしていた。男は壁のそばに座って恐怖に震えていた。彼の名前はグータオです。数日前、国家覚醒から2日目、 彼の中に S q 未来シミュレーションの新たな能力が目覚めた。彼は未来日記を受け取りました。この能力は彼に世界で何が起こるかを決定する権利を与えます。彼は未来シミュレーションに目覚めるように言った。彼の日記が開いて光りました。突然、彼は日記の著者がグタオという名前であることを読みました。もし彼がこの文章を読んでいたとしたら、彼はすでに死んでいたでしょう。 白い霧が地全体を包み込んでから4日目。今、彼は残りの物資を懸命に分配しようとしていました。男がメイド服を着た美少女を連れて自宅に侵入した。彼がグータオだとわかると、少女は何も言わず即座に彼を刺した。彼は死にたくなかった。彼は事態の流れを変えなければならなかった。彼は恐怖のあまり、どうしてそんなことが可能になったのかと尋ねました。 彼は日記を投げ捨て、なぜ死ななければならなかったのかと尋ねました。彼はそれを許しませんでした。社会全体は確立された法律に基づいており、彼はそれを変えることを許しませんでした。しかし、彼は再び未来の日記を見て、光る本に向かって地面に倒れました。孤島は信じられないと叫んだ。何らかの間違いがありました。彼は最初からやり直さなければならなかった。 この日記は彼に生き残るための道を再興させるでしょう。日記には二人が部屋に入ってきたことが記されていた。彼はそれは孤島ではないと言いました。日記には彼が自分の将来を事前に予言していたことが記されている。彼らが彼の部屋に侵入した時、彼は自分の名前がグータオであることを否定した。かぐやに腹を刺された時も、何度も釈明を続けたが、それでも男はあの卑劣な女に殺させた。 彼は必死で日記をめくり、結論を出す用事文に言い聞かせた。神は彼らにそんなことはさせません。彼は死ぬのを待ちません。日記によれば、彼らが部屋に入ると、彼は攻撃を開始し、彼女と戦うと叫び始めた。彼らは再び彼の部屋に侵入した。彼は包丁で彼らを刺そうとしましたが、最終的には彼らが勝ち、彼は死亡しました。グータオはパニックに陥り、 続けようと言いましたもし彼らが彼を殺したいのなら、なぜ隠れているのですかカガやんが彼を刺した、と彼は尋ねたが、なぜ彼は彼らからそんなに遠くに隠れたのだろうか白い霧が本城を包み込む前に、本庄は鬼の町へ逃げた。濃い霧の向こうには、壊るべき怪物たちが徘徊していた。彼は、彼らが彼を見つけられず、忘れられ、そして去ってしまうことを望んでいた。 彼が間違っているわけがないじゃないですか。突然、彼はドアホンが鳴るのを聞いた。ドアに向かって歩くとすぐに、彼は心臓に鋭い痛みを感じました。長い剣が胸に突き刺さった。小刀はパニックになって泣きながら、これはまずいと言いました。ひざまずいて慈悲を懇願しても助けにはならないでしょうか。彼はグータオの位置を追跡できるので、逃げても無駄です。今度は、 彼はドアを開けて見知らぬ人たちを迎えました。彼らはとても驚いたので、彼はすぐに彼らの前にひざまずきました。彼は泣きながら、殺さないでくれと懇願したが、それでも彼らはまた殺してしまった。グータオは、何をしても自分はまだ死んでしまうのだ、と悲しく思いました。警察に電話しても、犯人が一緒に来るのを待っても、何も変わりません。今夜、怪物が警察ロビーのドアを壊した。 それから怪物は建物の中に移動し、最後のチャンスを試みました。彼はビルの屋上から飛び降りようとした。今、彼らはついに彼に直接会いました。彼は、これらすべてのバグは彼の力の下にあると言いました。グータオがすでに死に瀕していたとき、彼が唯一後悔していたのは、あの美しい少女の手で死ななかったことだった。彼を殺した男は黒い鎧を着ていた。 グータオの頭の真上で、窓が割れ、たくさんの昆虫のモンスターが部屋に飛んできました。人々は、な恐怖のあまり叫び声を上げた。彼は目を閉じて頭を手で覆い、始まった、と思った。それから彼は窓の外を見て、あの男が来た、と気づきました。彼は隣の屋根の上に二人の人影が立っているのを見た。主人公は、殺人リストの最後の人が警部になるとは思わなかったと語った。 この建物の防御は非常に強力であるため、彼は虫に人々を押し出すように願いを込めなければなりませんでした。それから彼はグータオが窓から降りようとしているのを見ました。彼はそれは面白いと言い、そして彼らの目的は終わったようだと言いました。彼はバグを止めてほしいと頼んでいます。彼らは戻ってくることができます。彼は影武者たちと一緒にこちらに歩いて行き、あの男は路地に隠れたのだろうかと考えた。 小塔さんは重傷を負って座っており、自分の影武者は美しい女の子だと話した。前回よりさらに美しくなっていました。林、ルオは、何のことを言っているのかと尋ねました。彼らが迎えに来ることを知っていましたか。小塔は、そうです。彼には林らがいつ来るかを予測する才能があると言いました。彼は、本当ですか、と尋ねました。これは奇跡的な才能です。 しかしグタオは笑って尋ねました。奇跡ですか彼はそれは奇跡ではなく呪いだと考えています。ギフトは戦闘力を高めるものではありません。どのような報酬が得られるかが分かれば、それだけの価値があるかどうかが分かります。孤島は吐血した。未来日記に記載される情報は変わりません。これが呪いではなかったとしたら、どうなるのでしょうか彼はとても疲れていました。 彼はもう抵抗したくなかった。そして、彼の目の前で誰が、そしてなぜ彼を殺そうとしたのかはもはや重要ではありません。いずれにしても彼は死ぬだろう。彼はそれを知っていました。何があっても、彼は林らの手にかかって死ぬだろう。グータオが彼に一つだけ聞きたいのは、あの美しい娘の手にかかって死ぬことができるのか。しかし、リン、ルオは闇の皇帝にそれをするように頼み、 彼はそれを聞きました。罠にわまらないように、自分の要求にはいられない方がいいと考えた。グータオは恐怖を感じながら、またあの黒い鎧を着た男の手で本当に死ぬのだろうかと考えた。人生は本当に予測不可能です。闇の皇帝は一撃で頭を平らにし、それは血と肉に飛び散った。彼の日記が光り、リン、ルオはそこから能力を引き出し始めた。システムによれば、 強盗を起動するには、能力、スキル、ソウルパワーの効果を選択する必要があります。彼は能力、未来シミュレーション、レベル S を検討し始めましたが、成長する可能性があります。所有者の選択に基づいた効果、未来の日記で未来のテキストシミュレーションが発生する可能性があり、再充電はありません。この能力を得るには、新たな分身を召喚する必要があるようだ。 彼は影武者に出て行くように言ったが、同じ日記が彼の前に残された。力、臨床性は0。知力は不明。守備、1。耐久力、500。エネルギー、200。エネルギー回復速度は、1時間あたり1ポイントです。身長、170。距離計。記録された未来、自分が選んだ未来は、 持ち主だけが閲覧できる日記にテキストとして提示される。消費。1日の未来を計算するには、一度に1ポイントのエネルギーを消費します。2日後の未来を計算するには、2ポイントを消費します。3日で4ポイント。会いたい日が多ければ多いほど、より多くのエネルギーが必要になります。1日を2倍します。日記には基本的に、 彼が選択した未来のセグメント内の最も重要な出来事のみが表示されますが、彼が知りたい瞬間を選択することも必要です。エネルギー消費量が2倍になります。充電はありません。そこに何もないのは不思議だ、と彼は言いました。彼は未来日記に、今後2日間に何が起こるかを示すように依頼しました。言葉が出始めました。彼の名前はリン、ルー、これが赤なら、 と彼は言いました。ついに何かが現れた。しかしその後、彼は緊張し始めた。これは何ですか日記には、彼が巨大な雷に撃たれることが記されていた。これが赤の場合は、すでに死亡していることを意味します。隠しダンジョン、嘆きの墓に来た彼は、一人の青年と出会う。彼は自分が竜竜という名の現代の天使であると主張した。 彼は何も言わずに理由もなく彼を攻撃し始めました。もちろん、彼を傷つけるつもりはありませんでしたが、彼と闇の皇帝が彼の隣で弱いとは予想していませんでした。最後は落雷で死んでしまいましたが、死にたくないのです。主人公は驚いて尋ねました。本当に明日死ぬのですか。どうしてそんなことが可能なのでしょうか。その時、彼は孤島が吐血したことを思い出した。 彼はパニックになって心配しないように自分に言い聞かせた。新しいものは、つも怖いものです。なぜ彼はそこで死ぬことができますかそれは不可能です。すべての能力は、プレイヤーにとって重要です。彼は前世で命を脅かすような才能について聞いたことがありませんでした。彼は何か重要なことを見逃したに違いない。彼は日記を見て、竜遊先生。 この名前はどこかで聞いたことがある、と言いました。それに、本当に戦わなければならないとしたら、どうやって闇の皇帝を召喚することができますか。彼は祈りの主を呼んで、助けてくれるように頼んだ、もちろん言った。それから凛、ルーは未来日記に別の未来を見せるように頼み、本が明るく点灯しました。日記には、祈りの主が巨大な戦士によって神二つにされ、 その後闇の皇帝によって殺されることが示されていました。主人公は、針雷に打たれることになる。未来日記とこれから起こる未来について知った彼は、疑問の答えを探すために隠しダンジョン、嘆きの墓へ行くことにした。そこで彼は、期待的なマスターに会いました。彼は何も言わずに攻撃し、アンデッドを2体召喚した。どうしたのなぜ彼にはドッペルゲンガーが2人いるのでしょうか 闇の皇帝と祈りの主が一緒に現れた後、敵は明らかに怯えていました。しかし、さらなる戦いの後、祈りの王は疲労から倒れ、闇の皇帝は敵に完全に圧倒され、空から落ちた稲妻がついに彼を殺しました。そこでは他にもイベントがあると彼は言いました。祈りの主は、正直に言うと、すべてのプレイヤーは少なくとも一つの能力と一つのダブルを持っていると言いました。 その結果、未来日記はレベル S の2倍になります。彼は残りのダブルスに助けを求める必要があります。そうすれば、日記は新しいパラメーターに基づいて将来を計算できるようになります。彼は理解した、そうしたらダブルス全員に電話をかけるつもりだと言いました。彼はサキバスの女王である緑の悪魔を呼びました。これで日記の情報は違ったものになるだろうと彼は考えた。 サキュバスはなぜ彼らを呼んだのか尋ねました。彼は一人になりたくなかった。彼らは皆日記の上に身を乗り出しました。そして彼は彼らに静かにするように言いました。日記が光りました。テキストが表示されました。自分の将来について知ったとき、彼は生き残るために可能な限りのことをしようと決心しました。彼は急所攻撃を加えたかった。彼は敵を欺きたかった。ちょっと待って、 なぜ彼は二塁打を五つも持っているのでしょうか。歪んだ出来事もある。相手はおそらく転生以来最強の敵だろう。彼は、ベストを尽くさなければ、ただ死ぬだけだということを知っていました。そこで彼は、サキュバスの女王と祈りの主と緑の悪魔のスキルを使って、闇の皇帝とコギアを融合させることにしました。その後、攻撃は成功する運命にありましたが、激しい戦いの末、 やはり負けました。5人のドッペルゲンガーでも、マスター、リュウにはかなわない。ダンジョンの力を使ったとしても雷で死んでしまう。ドッペルゲンガーや SSS ランクの能力はまさに無敵。彼は、S ランクのドッペルゲンガー5人が SSS ランクのドッペルゲンガー1人を倒すことができないとは信じられないと恐怖で言いました。彼は闇の皇帝に向かうよう命じた。闇の皇帝は彼の言うことを聞き、 拳と稲妻をを使って攻撃を始めた。主人公は結界で守られていたが、常連客は、この無謀な影武者は彼を尊重していない、なぜ彼を破壊すればよいのかと言いました。闇の皇帝は彼が滅ぼされるか見て喜ぶだろうと言いました。彼らがお互いを憎み続けている間、彼は日記を開いて何が彼を待っているか尋ねました。彼は、巨大な戦士が片手で彼を抱き、彼を強く締めているのを見ました。 彼の分身は全員地面に横たわっていた。本当に隠しダンジョンに行かない以外に道はないのだろうか、と彼は思った。彼は本当に撤退すべきでしょうか。いいえ、解決策はあるはずです。勝つためには、のような戦術を取るべきかを知りたかったと彼は言いました。祈りの主は、彼に告げると答えました。彼は、体内で動く胎児に頼ればいいだけだと言いました。 それから彼は卵を本の上に持ってくると、テキストが表示され始めました。彼は本当に二塁打を七本も持っているのだろうか。彼はまだ生きています。彼は急所攻撃を選択しないことに決めた。しかし正直に言うと、劉ュはすぐに直接戦うことを選びました。厳しい戦いになるだろうが、彼は心配していない。彼は幸運が味方していると確信している。 彼は竜有名人には勝つ方法があるので勝ち目がないことを理解しています。彼は分身たちを召喚したが、今度は完全に変身した。彼は彼らと融合し、これらすべての感情を再び経験しました。林、ルオは、これが本当の奇跡であることを理解しています。もうすぐ、動く胎児が誕生します。今回は勝利することができましたが、竜洋師匠が逃げたのは残念です。 彼はなぜ自分を殺そうとしたのかを彼から学ぶことはなかったが、貴重な経験を積んだ。彼は蓄積したエネルギーの多くをこの戦いに費やしましたが、今では自分が勝者であることを知っています。彼はそれがそれだけの価値があることを知っています。未来を事前に知っていたので、彼は戦いを楽しみにしていた。ようやく未来が変わったと嬉しそうに語った。問題は、 動く胎児の誕生の源として、どの感情を選択すればよいのかわからないことです。彼は、竜を殺す方法を知る必要があると言いました。祈り主は少し考えて本を眺め、そしてバタンと本を閉じました。彼は謝ったが、彼の願いは全てのエネルギーを奪い、沈黙してしまうだろう。もちろん、S と SS のレベルの差は大きすぎると彼は考えました。日記から判断すると、 この竜悠には他の戦い方があるはずだ。彼は戦いに向けて十分な準備をしなければならない。そしてその間に、彼はすべてのドッペルゲンガーを集めました。彼らは刑務所に行って兄にアセンションクリスタルを渡し、それから彼の能力レベルを S まで上げるのを手伝います。兵士たちは塔の上に立って昆虫の怪物たちを撃ちました。彼らは怪物が来ると叫びました。巨大な蜂が近づいてきて、 を揺さぶり始めました男たちは、今度は必ず死ぬと叫んだ。突然、ダークエンペラーが昆虫の頭の上に落ち、怪物を襲いました。男たちは、本当に救われるのかと尋ねました。林らは昆虫にいた。彼は自分が終章東の弟だと言いました。彼には会う必要があった。彼らは今日刑務所で会合を持った。彼らは彼を見送ったが、 気まずい思い思をした彼の兄弟が中にいると言われました。彼らは彼を救ってくれたことに改めて感謝した。彼らは彼の訪問を刑務所長に報告した。彼が仕事を終えると、彼らは彼に自分のオフィスに行くように言いました。彼は彼と話したかったのです。リン、ルーさんは同意し、弟が座っているガラスのところまで歩いた。穏やかな雰囲気でしたが、笑顔で挨拶してくれました。 主人公は兄とは長い間会っていないと言いました。三等将は、かちゃんの様子を尋ねました。人を食べる怪物が街を徘徊しているという。彼は怪我をしていますか彼は誰かに電話をかけることができる。彼らは来て彼を助けるでしょう。しかし、林らは大丈夫だと言いました。彼は心配する必要はありません。三等将は、誰かが彼をいじめていたのかと尋ねました。 彼は恐れるべきではありません。彼は少し待つ必要がありました。彼の兄はすぐに釈放されるだろう。しかし、彼はそれがすぐには起こらないことに気づきました。どれだけ時間が経ったのかさえわからないと彼は言いました。彼は彼のために立ち向かうことができるでしょうか。そして林らは悲しそうに彼に電話した。三頭は男の言葉を思い出した。もし彼らが彼の条件に同意すれば、 K は軽減されるる可能性がある彼はリンルオに心配ししないいでと言いました彼はすでに脱出方法を考えていた。誰が彼をいじめたとしても、三島省は必ず正義を達成します。主人公は兄は、にも変わっていないと答えた。彼は自分自身のことを考えていませんでした。しかし今ではあれも彼をいじめることはできません。彼は弟への贈り物も持ってきました。 彼の才能があれば、彼はすぐに刑務所から釈放されるでしょう。彼は贈り物を尋ねましたか。しかし、闇の皇帝はすでに彼の背後に現れ、三刀将の背中を激しく打ちました。彼は明るい小川に囲まれていました。警官は彼の後頭部に機関銃を突きつけ、両手を上げるように言いました。彼は彼に自白するよう命じた。林らは何をしましたか。彼は手を上げて、 緊張しないように言いました。彼は弟に何かをあげた。この物質は人体に入るとすぐに消えてしまいます。危険ではありません。彼は規則を破らなかった。3頭は叫んだ。彼は不気味な魔法の流れに完全に包まれていました。能力レベル A がレベル S まで上昇します。能力の赤い超レベルの効果、健康指標が3%減少するごとに、 所有者はダメージに対する1%の免疫を獲得します。警察官は恐怖のあまり、火が燃えていると言いました。彼の影武者である騎士がシェンドンの前に現れ、主人に使える用意ができていると言いました。レッドロータスナイトダブル、力170、器用さ140、知力50、防御150、体力6000、気力90。エネルギー回復速度は1時間あたり1単位。 高さ100射程1 5メートルシールド有効、体力、防御力増加1分あたり60ポイント消費。剣のアクティブな強さの攻撃には50単位の燃焼ダメージがあり、毎分1ポイントのエネルギーを消費します。シンドンは、ロータスナイトのレベルは、と尋ねました。これは彼の分身ですか。主人公は、にを助けないと言いました。影武者のおかげで、 彼は良心的に刑務所に服役し、減刑されるだろう。彼は心配そうに尋ねました。リン、ルオは今何をしたのですかなぜ彼の能力レベルが上がったのでしょうか自分のレベルを上げた方が良いのかもしれない。彼は弟に自分のことを心配しないように頼んだ。彼は自分のことは自分でできる。と彼は尋ねました。刑務所の所長は、メラを通して彼を監視していた。 彼は笑って、それは面白かったと言った。彼は他人のレベルを上げることができました。警官がやってきて、リンローさんに刑務所の所長が待っていることを思い出させた。彼は弟に心配しないように言いました。誰も再び彼らを怒らせようとは思わないでしょう。彼は愛情を込めて彼を小さな林浪と呼びました。彼はまた会いに行くと約束し、 今のところは遠行が良いだろうと早めにそこから出ようとした。彼は所長が彼に会いたいと言っていると言われた。彼にはシオンゴンを助ける方法があった。彼は監視員に尋ねましたか。そして彼自身も、監視員自身が餌を取ったと無意識のうちに考えていました。彼らが部屋に入ると、警官は訪問者を連れてきたと言いました。彼は林らに尋ねましたね。彼の名前はドン。 チーフェンです。林らはこの刑務所の責任者です。彼は座ることができます。彼は、なぜ彼らは彼に会いたかったのかと尋ねました。彼の知る限り、刑務所全体の中で最も高度な能力を持つ者は A レベルに過ぎなかった。自分の能力のレベルを向上させる機会が訪れた今、誰もそのチャンスを逃したくないとは思わなかった。所長は彼の前で手を組み、 林らは兄の事件で何が起こっているか知っていますかと言いました。彼は何について話しているのかと尋ねました。調査に何か問題がありましたか彼は前世で兄に問題があることを知っていました。当時彼がもっと詳しく知るほど強くなかったのは残念でした。延期法は15年間どのような事件を捜査できるのか尋ねた。彼の兄はただの普通の被害者だった。彼は武器として使われました。 彼は、ドーンチフェングに詳細を教えてもらえないかと尋ねました。その代わりに、彼は彼らがモンスターを破壊し、刑務所の安全を確保するのを手伝うことになりました。今度は悪党たちに金を支払わなければならなかった。彼は尋ねました。モンスターを殺しますか。しかし、その必要はありませんでした。いずれにせよ、モンスターは遅かれ早かれ捕らえられるでしょう。しかし、 彼は監視カメラのおかげで、兄のドッペルゲンガーが目覚めるのを見たばかりでした。主人公は、ロートリックスターがアセンションクリスタルを手に入れようとしていることに気づきました。彼は、自分が語った話はドン、チーフォンが望んでいるほどの価値はないようだ、と言いました。結局のところ、リン、ルオはすべてを自分で見つけることができます。彼はお茶を飲みながら、弟の刑を軽減してはどうだろうかと言いました。 彼は緊張し、誇り高き上司は、もしこの魔法のようなものを彼に与えたら、彼にとって何が重要かを話し合うだろうと言いました。リン、ルオは微笑んで、すべてよかったが、ドゥアンチェ、フォンはまず三島省の事件の背後にあるものを彼に話すべきだと言いました。彼は、わかった、言ってもいいかもしれないと言いました。彼の兄は、をグループにはめられた。彼は、 この大グループは彼らの町で最も有名な会社だと思った。彼は、闘争の峰が全てを知っていたなら、なぜ兄をこれほど長い間刑務所に閉じ込めたのか、と尋ねました。彼らは法廷で正義を執行するべきではないでしょうか。彼は、彼らは現在法を遵守する社会に住んでおり、正義を執行するには証拠が必要であると答えた。すべての証拠が真、ドンを示していたため、 彼らは彼にそのようなケーキを言い渡した。しばらく経って初めて、それが大グループのせいだったことが分かりました。主人公は怒ってこう思った。すると、明らかに疑問を抱いた人がいた。彼らは本当に裁判官に、判決を迅速かつ長期にするよう圧力をかけたのだろうか。しかし、ル、ハン、チーフォンは彼に聞くように言いました。彼は復讐のことを忘れなければならない。 たとえ S 級の能力を全て覚醒させたとしても、国内最強の集団であるをグループには逆らえない。彼は肩に手を置き、弟の景気を短縮するチャンスを今から与えると言いました。彼を助けたいなら、条件に同意しなければなりません。